しみにありがとうございます。昨年の11月にチェルノブイリの事故のその後を撮り続けてきたピオロガーを見てくれるイタリア人の写真家との共同のイベントがありまして、その時に、まあ、いろんな話が出たんですけども、自分の写真を紹介してくれるなら今後著作権は放棄しますというふうに言ってくださいまして、紹介するイベントをやろうという僕はその時思いました。彼にメールでいよいよやることになったよというふうに伝えたら、じゃあコラボレーションじゃないと言ってくれたんですけども、チェルノブイリ事故からもう26年経ってますので、随分過去のような気がいたしますが、その後10年も10年経ったから何が起きたのかということを今日は皆さん目撃者になっていただきたいと思います。1986年4月26日午前1時24分、チェルノブイリ原子力発電所の4号炉が爆発した。ソ連で最も一般的なタイプ、出力100万キロワットの原子力。この夜、原子炉は通常の保守管理のために停止される予定だ。非常用安全システムが正常に作動するかどうか、その試験が計画されている。突然の停電時に緊急のディーゼル発電機が動き始めるまでの間、タービンの慣性回転を利用して発電する非常用電源の試験である。本来ならこの試験は原発の稼働前に済ませておくものだ。だがすでに4号炉は稼働していた。試験が始まった。オペレーターは原子炉の出力を下げる手順にしたが、誰もがこの原子炉には一定期間低い出力で作動した場合、不安定な状態になる設計ミスであることに気づいていなかった。しかも制御棒を差し込んで原子炉を停止させる緊急システムはオンになってから20秒後に作動するものであったが、原子炉の溶解を防ぐためには3秒後に作動する必要があった。管理責任者は原子炉が不安定になり温度が急上昇し始めていることに気づいた。オペレーターに向かい緊急システムを作動させるように叫んだ。だが原子炉を停止させることはできなかった。数秒後、温度は2760度に達し、炉心が融解、爆発した。重量2000トンの鉄筋コンクリートで作られている原子炉の蓋が吹き飛ばされ、壁は崩壊した。広島型原爆の200倍もの放射性物質が大気中に放射されて、放射性物質を含むガスの放出は10日間続き、ヨーロッパのほぼ全域が汚染された。最大の被害を受けたベラルーシでは国土の3割が人体に影響を与えるレベルで汚染された。標準的な放射性レベルに戻るまで10万年かかると予測されている。ほぼ永久に人の住めない土地で、かつてそこにあった町や村は100以上になった。ベラルーシ、ウクライナ、ロシア西部の900万人の人々が未だに汚染された食べ物と水で生活し、
高レベルの放射能が測定されるエリアに住み続けている。そして住民の8割が何らかの病で苦しんでいる。汚染地域では甲状腺の使用が通常の100倍、他の使用でも50倍の発生率となっている。ゴーストタウンというのはゴーストが出るところでしょう。つまり幽霊です。でも知ってましたか、幽霊は人を驚かせてなんぼのもんです。つまり人のいない場所には幽霊も出ないんです。強制誰もいません。だから幽霊もいません。ただじり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 、ただじり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 と、あの日毒物が降ったおかげで、この毒物は目に見えないのです。幽霊よりも立ちが悪い。あらゆるところから人間の体に入り込んで遺伝子をメタメタに傷つく。そうやってみんな癌になっていく。蓄積する。生まれてくる子供たちを苦しめる。セシウム137、腫瘍、心臓病、先天性異常の原因となる。放射性線量の半減期30、消失するまでの期間は300年。ストロンチウム90、歯や骨に蓄積され骨肉腫や白血病の原因となる。半減期28、消失まで290年。要素131、甲状腺がんの原因、半減期4、消失まで80年。吸い込むだけで肺がんを起こす。半減期24000年、消失まで24万年。ウラン230、腫瘍の原因となる。半減期7億年、消失まで75億年。そして私たちはこれらの放射性物質を処理する方法を知らない。ただ隔離するか地の底に埋めようとするだけ。石と鉛で囲い込んだチェルノブイリ4号炉の内部にはまだ180トンもの放射性物質が残されている。そしてこの石と鉛が老人化のためにいつ崩れてもおかしくない状態になっている。幽霊すらやりすることができない人類が作り出した猛毒の道。毒をばらまいてもその責任者を罪に問わなければならない。事実、作業員としては裁判にかけられた。だが彼らは刑務所に入ることはなかった。なぜならもうその段階でこの世にはいなかった。現場の管理責任者もオペレーターも
事故から数週間後にみんな死んだ。事故発生からの10日間、200人の消防士、400人の原発作業員、たくさんの兵士が消火に当たった。そしてそのうちの多くが死んだ。ばらまかれた毒はそれでも片付けなければいけない。半径30キロの立ち入り禁止区域内で今も4000人の人々が働いている。除染作業員はろくな防護服もない状態で処理に当たっている。ママ、私のお人形どこに行っちゃったかな。遊園地から逃げるときに手放してしまったお人形、あの時すぐに戻れという話だったよね。2、3日で戻れる。だから戻ることができたらあの人形を探しに行こうと思ってた。あれから何度雨が降った、何度雪が降った。私はあの頃のママと同じ母親になりました。どこを見ているのかわからない子をしっかり抱いています。ママ、あの人形の目を私に覚えてる。みんなのお昼寝の夢、あの日から叶ったまま、私たちは起こされて毛布にくるまれたままこの街を追い出せず、毒が降ってて大人たちが慌てていて、私には見えない、何も見えない。みんなのお昼寝の夢、行き先を失ったまま、すぐにまた戻れる。そういう人も、いやもう無理だろう、そういう人もいて、私には分からない、何も分からない。みんなのお昼寝の夢が幼稚園のあの部屋に取り残されて、私はあの部屋のことを時折思い、一瞬にして世界が変わってしまったあの時の部屋は、それで長い夢の続きを私はまだ見ている。人はそれぞれ鍵盤の巻き方が違うの。遠い記憶のものを誰かが支えて、病院の先生、音楽室の裏のお姉さん、それとも看護師、すぐに出て行くのよと言われ、私たちはパジャマのままトラックの荷台に乗せられ、運ばれていく途中で熱を出したここから、みんな鍵盤の回り方が違うから人は面白い。あなたはオルガンを聴きながらそんな歌を歌って、でも突然彼方のものを聞かれたかのようにあなたの顔を思い出せなかったんです。私たちあの日から音楽を失って、どんなふうに指を置いても二度とメロディーを弾けなくなった。トロさん、あなたがこの世を去ろうとする
思い出してくれた情景があるとすれば、その中にあなたの自慢だった窓はありません。日曜大工に雨戸の青に枠を白く塗ったあの窓はありません。朝の早い我が家で日が昇る前には窓を開けて、ぎーっと気の沈む音を覚えています。差し込む光を覚えています。行員として一生を終えるはずだったあなたです。さほどの贅沢もできません。ただ鮮やかであと人から踏まれるあの窓だけが自慢でした。父さん、私たち窓辺に花を置きました。母さんもあの窓から笑顔で手を振ってくれました。私もあの窓から外を見る紫でした。スンダーさんと小鳥たちを呼ぶ黄金色の夕日から溢れる涼しげな風、すべては夢のよう、すべては夢のよう。雨上がりの虹を見る幼かった私は、日と地面が接するところを見てみたいと思った。虹に向けて物をかけていると、小さな花々が私に手を振ってくる。虹は途中で消えてしまったけれど、私はきらめく風に優しくされた。私は風を送ってくる何かに歓迎されていた。私があなたを産んだのは、あなたを苦しませるためではなく、あの日の私と同じように虹を追いかけてほしい。怖い夢を見た時、何も言わずに母の胸元に抱きつき手を回した。どうしたの？と母は微笑みながら私を抱きしめて、母のぬくもりは夢の中の暗い影を遠くに追いやるのに十分。私は母を微笑ましているこの世界の層を抱かれているのだ。私があなたを抱きしめているのは、あの日の私と同じように腕の中で笑ってほしい。ミーシャ、目を合わせて。ミーシャ、こっちを見て。私があなたを産んだのは、あの日の私と同じ空の青、草原の緑、木々の芽生えに驚きを感じてほしい。私があなたを抱きしめているのは、あの日の私と同じようにこの世には信じられるものがあると知ってほしい。ミーシャ、私を感じて。ミーシャ、あなたの命に感じて。ミーシャ、4歳、小脳髄症による麻痺、心臓の先天性異常、ベラルーシ。ミーシャの母は、チェルノブイリで最大の被害を受けたゴメリ州に住んでいた。ゴメリ州のバンダジェフスキー教授は調査の結果、心臓細胞に蓄積されたセシウム137が細胞を破壊し、例
たとえ少量であっても心臓疾患の発生に大きく影響を与えることを明らかにした。バンダジェフスキー教授はこれをセシウム137による心臓病と定義した。1999年、バンダジェフスキー教授はいわれのない罪で逮捕された。研究成果やチェルノビリの資料すべてを国家に没収する。汚染地域に住む子どもたちは安全基準値をはるかに超えた放射能レベルの下で暮らしている。母親の体内に蓄積した放射性物質、自らの体を蝕む放射性物質、原発事故の後、早産の発生率は20倍に増加、遺伝子の突然変異による先天性異常は30倍、小児性白血病、小児がんも爆発的に増える。だが力を持っている人たちはいまだにこう言い続ける。原発事故が原因でこの子がこうなったと、その因果を証明できるのか。いつの時代だって先天性異常児や白血病の子がいる。苦しむ子供たちがこんなに増えていても、そこから目を覚ますことができる人たちはいる。自分の子供が苦しまないでしょう。アナスタシア三世、再生不良性貧血、ベラルーシ、子供のがん患者用の病院に。イゴール16歳、脳性麻痺と神経線維腫症、ベラルーシ、個人に。
ベラルーシ、子供のがん患者用の病院にいて、かつて私も美しい髪がありました。よく何時間もかけて髪を編み、溶かしたものです。いつの日かまたそれができることを願っています。だが友人で許された時間は長かった。バレエ先天性形成不全、ベラルーシ、ハンディキャップを持つ子供向けの個人、18歳になろうとしているバレエは仕事が見つからないままこの個人を出ていかなければならない。左側ユリ、脳性麻痺、知能発達症、オルガ、足と手の先天形成不全、ベラ、脳性麻痺、知能発達症、ベラルーシ、ハンディキャップを持つ子供向けの個人、インナ、7歳、悪性脳死、ベラルーシ、生まれたばかりの僕らを置いて親がどこかに行ってしまった。僕は毎日そのことを思います。僕の体に異常があった。親は僕を嫌った。僕は毎日そのことを思います。僕たちは捨てられた者同士で一緒に暮らしています。恨んではいけない、やけを起こしてい、僕は毎日そのことを思います。でももし事故が起きなければ、空から毒が降らなければ、僕の体が普通だったら親は僕を捨ててしまう。そのことも僕は毎日思います。18歳になったらここを出ていかなければなりません。ただでさえ仕事に敗れる人が多いという、親に捨てられた僕から、体が不自由な僕らに何が見つかるというのでしょう。僕は毎日そのことを思います。どこに汚染されていると分かっていても、私たちには他に暮らす場所がなかった。ここは立ち入り禁止の村だから、連れ戻そうとする人たちの余裕、でも私たちはその先が長くない。別にどうということはない。毒は目に見えないのだから、それより汚染されているということを知らされてない場所がいくらでも、みんなそれを知らずに暮らしている。本当は住めない場所で汚れた食べ物と水を口にしている。川の水はつながっている。ここは住めると言われても、上流が汚れていればどうにもならない。飲まなければいいって言ったって毒は土に染み込む。
それをすぐ振る。私たちはその先が長くて、だから別にどうということもない。だけど若い人たちは子供を産むのを怖がって、苦しみを背負った子供が生まれてくるから、それでも抱きしめてあげられない勇気、生まれてこない子供たちも増えて、生まれてくることすらできない子供たち、海の中で私は小さな命になりました。海底でじっとしていると波間のきらめく光の向こうから雪が降ってきました。雪は静かに降り積もります。みんな上を見上げて、どうしてここに雪が降るんだろうと首をかしげました。そのうち魚たちが痙攣しながら一匹二匹と海底に落ちてきました。雪は降り続きます。雪は静かに降り積もる。たくさんの魚たち、苦しみに身を寄せながら落ちていきます。従来の魚も大きな魚、狂ったように泳いで斜めに立てる、そして雪を乱しながら海底に落ちてきました。魚だけではありません。カニも海に透明な海虫です。アブクを吐きながら雪の中に沈んでいきます。雪は降り続きます。雪は静かに降り積もります。私もまた私の形になる前に雪の中に消えていきます。私は一体誰だったのですか。2011年3月11日午後2時40分、太平洋三陸沖を震源にマグニチュード 9.0 震度7の大地震が発生した。死者行方不明者18,810人、負傷者6,108人、そのほとんどが地震による大津波から逃げ遅れた人々である。地震と津波による被害を受けた東京電力福島第一原子力発電所、全電源を喪失して原子炉を冷却できない、大量の放射性物質の漏洩を伴う重大な原子力事故を起こし、これにより原発のある福島県浜通りを中心に周辺一帯の県民は長期の避難を強いられる。2012年6月26日、東京電力は第一原発1号炉の建屋内における放射線量が生き物が見れば即致死量となる事故以来最大の 10.03 シーベルトに達したと発表した。事故から15ヶ月、
廃炉は決定している者も、これでは他の施しをない。そして誰もその方法を知らない。東北や関東一帯には未だ放射性物質が降り注ぎ、最後にウクライナとベラルーシでチェルノブイリ事故のその後を撮りつつ、そして今福島を撮り始めた写真家ピエロ・マール・ミディカの言葉を紹介します。チェルノブイリの大惨事と復旧の取り組みについて一般に語られている物語、完全なものではありません。私は皆さんにチェルノブイリに対するこれまでの考えを一旦全て忘れ、心を真っ白にすることを提案します。私の写真が訴えてくるものを感じ取ってほしい。チェルノブイリ原発の近辺に住んでいた人々のことを想像してください。原発が安全であると信じていたにもかかわらず、人生を台無しにする大惨事で目が覚めた人々のことを想像してください。事故の発生後に危険な任務を通して共同体のために命を捧げた若い男女について想像してください。ためらいながらも結婚し先天性の障害を抱えた子供を授かった若い夫婦を想像してください。がんや疾患のために若くして命を失った人々を想像してください。誰もいないアパート、学校、図書館、葬られた森の海、いまだに時を吐き出し続けている石棺を見、流れ落ちた涙、痛ましい人間の姿を見、チェルノブイリを見、チェルノブイリは過去ではない、チェルノブイリは歴史ではない、チェルノブイリは始まりだ。経済が好転することも、未来の子どもたちを育てることも、
これからの日本を支えていくこともできません。私は身近な肉親を失って、ますます放射能問題に対する疑問、どうしてという思いが強まりました。今日は皆さんの質問の仲介役となって進行させていただきます。事前質問もたくさんいただきました。その全てを網羅することはできませんが、多い質問の内容のもとに、先生方3名にご助言ご意見をいただいて進めてまいります。後半会場からの質問も受け付けますが、できましたら事前質問で、回答された内容と関係ないことは、ご遠慮いただきたいと思います。本日の構成は、ご覧の通りです。ちょっと時間10分をしますので、プラス10分で考えていきます。聞いてるだけでも勉強になりますが、こんな豪華メンバーの先生方に揃っていただける機会がめったにないので、制限時間が目いっぱい前のレベルでの参加をよろしくお願いいたします。登壇される先生方のご紹介の前に、今回お越しになれなかった飛田俊太郎先生より皆様へのメッセージをいただいております。全文お読みしたいと思うんですが、ここでは一部抜粋させていただきます。では僭越ながら飛田俊太郎先生のから渾身のメッセージ一部を読ませていただきます。飛田俊太郎です。7月11日に公演で参上するとお約束していながら体調を崩し、直前になって延期をお願いするという大変なご無礼をいたしました。心からお詫びいたします。体調を回復させ、公演活動を再開して、できるだけ早い機会に話をしに行けるよう心がけますので、今回の無礼なしには高齢に免じてお許しくださるようお願い申し上げます。メッセージは7つに分かれておりまして、少しピックアップさせていただきます。1つ目の放射線被害について。昨年の3月11日に福島第一原子力発電所の事故の報道を聞いたとき、これまでにない大事が始まると直感しました。世界で初めて日本国民が経験した広島長崎の原爆放射線の被害と同じ被害が福島原発からの被害者に起こるであろうと私は推定しました。それは福島原発が広島原爆のウラニウム核種と長崎原爆の核種プルトニウムを混合したプルサーナルを燃料として燃やしていたからです。同じ核種の放射線に被爆したのですから、福島原発の放射線に被爆した被害者が広島長崎の被爆者たちが被爆後に体験した放射線被害が起こってくるに違いないと告白しました。放射線は世界が最高に恐ろしい毒素で、人間の操作から離れると防御できない恐ろしい被害を人体に与え、誰にもそれを止めることができません。そして6つ目の放射線の高い地域に住む人間はどのように生きればよいかの問いで、このようにお答えいただいています。大人はともかく、小学生、中学生と乳幼児は今からでも遅くないから、国の責任で放射線の低い地域で疎開させるべしというのが、私の事故の始まりからの持論です。子供の数が少なくて人口構成上、次世代の日本の構築にかなりの危惧のある現在、汚染された地域からは、貴重な小中学生と乳幼児を安全な地域に移して、健康な成長を保障することが、国にとって最重要課題であると確信しています。そして7番目最後に、飛田先生の言葉でお願いいただいています。両手を合わせ、我が命のことを真剣に思うべし、日本に世界に一つしかなくこの命、死までいかに行くべきか探るべし、その朝、目覚めらがすぐ起き出さず、凌駕して両手を腹部に手を置き、二つ三つ大きく腹式呼吸を行い、聖火丹田に力を得、これまで我が命を過ごせし道、静かに思い返されし、この国、今や放射線、空に満ち、水に満ち、土に満ち、生まれ来る部分、ひ孫の息する空は、野菜、育つ土、飲む水はありたる、思いは我で生き生きし日々、電気むさぼって、原発を増設させしならず、新しい命のため、この国の原発すべて止め、核兵器すべてなくして、小笠市この国、きれいにするは、小笠市我で、大人の責務、政府企業の責務を尽くは当然なる、子孫の
綺麗な故国に残すは我らの急務ならずと思うはいかがなら、諸兄諸子の考えを聞かせたまわば王子になり、飛騨春太郎。天狗は皆様へすでにお渡しした印刷物で後ほどお読みください。後日またこの文章をご覧いただけるように提出いたします。お待ちご覧ください。お待たせいたしました。それでは本日の参加者先生方のご紹介です。まず向かって、左側が平田美彦先生で、真ん中が伊藤真也先生です。真ん中の方が今日の真也先生でございます。大震災より今日で丸1年4ヶ月経ったんですが、現状分析をもとに一言ずつ言葉いただけますでしょうか。お願いいたします。今日はですね、いろいろ具体的なことを、聞きたいという方が多いと思いますので、あまりヘリクスはちょっと違うんですが、この科学と人間というのは非常に難しくてですね、今から200年ぐらい前250年ぐらい前からですね、イギリスの産業革命時代ぐらいから、非常にこのいろんな問題が起きてきたわけですね。例えば今思い出しますとですね、最初石炭を使い始めますと、石炭は地下に結構あるので、その小さな穴を掘って中から石炭を持ってくるために、少年をこう労働者として非常に劣悪な状態で働かせたことが随分最初にありました。それから石炭とか鉄鉱石を還元というんですけど、ややこしいんですが、それをするために木材を必要としましてですね、たちまちのうちにイングランドの森林が破壊したというような経験をいたしました。私はそれが非常にあるので、今自然エネルギーというのは慎重になってはいけないと言っているわけですが、人類がそういうふうに科学をですね、発展させてきて、ある意味では悪いことだけではないわけですね。例えば今から90年前にはですね、日本人の平均寿命は43歳だったんです。現在80歳を超えると。これはもちろん医療の進歩もあるんですけども、全体的な生活の豊かさというのが非常に効いているわけですね。ですから科学には良い面と悪い面があると。これは特に強く意識されてきたのが20世紀の初め、映画ではチャップリンなんかがライムライトなんかを作ってですね、科学の進歩と人間の生活ということに深く切り込むわけです。その後、もちろん原爆があり、6000人の犠牲者を出したといわれる第二次世界大戦の銃弾爆撃があり、さらに最近では公害があるということでですね、科学には影の部分と光の部分と2つあるわけですね。我々今でも、携帯電話というのを使うことで非常に恩恵を受けているわけですが、一方ではもしかすると携帯電話が電磁波障害の原因になっているかもしれないし、さらには人の心に余裕を持たせないということになっているかもしれません。しかし私は福島第一原発の爆発事故が去年起こってですね、それから私が一番残念だと思うことを言えばですね、事故が起こったという事実というものを認める覚悟がないということがなかったということが非常に響きましたですね。できるだけ事故を小さく見せる、もしくは子どもの被爆をさせても、今日私実は東電と四国電力、中国電力の書類を見ておりました。どのステートメントにも1年1ミリというのが法的被爆限界であるというふうに、明記したものがどんどん出てきた。しかしこれこそが事故直後に言わなければいけないんですが、そういうことですね。やっぱり私はですね、人間のやることには間違いもあります。それをどうしたらですね、我々が、特に大人がですね、しっかりと覚悟をしてそれに対処する勇気を持つということがですね、非常に求められると思います。飛騨先生の話しないと今からでも遅くないので、高い専業とかはからは逃れるべきであります。それを山ほど理屈を述べてですね、そこに留まるということは我々の科学の間違いという意味ではですね、非常に大きなものだと思います。1週間ぐらい前に、増税のごたごたの中でですね、原子力基本法が改定されまして、日本が核兵器を持つということが原子力の目的の一つに入りました。こういうことがですね、こういうさなかに、法律改定が行われ
というふうに思われますし、将来で大きな禍根を残すのではないかというふうに心配しております。やはり事故は事故で仕方がないところもあるんですが、それに対して我々大人がですね、どういう態度で臨みですね、子どもに対する責任を果たすのかということがですね、1年経ってもまだ非常に重要であると、ますます重要であるというふうに思います。ありがとうございます。後ほどまた具体的な質問に対してご回答いただきたいと思います。では伊藤主任、お願いいたします。皆さんこんにちは、伊藤主任でございます。今日は平日にもかかわらずこれだけのたくさんの方がいらっしゃって、非常にやっぱりその切実な問題なんだなということをこう改めて実感しています。僕自身もですね、2人の比較的小さな小学生保育園のやつを抱えておりましてですね、やっぱり毎日生きていく中で福島が本当にこう日々忘れされようとする中で、我々がどう生きていったらいいかということですね、切実にこう考えさせられる毎日を送っています。僕自身はですね、特にその、日々その医療現場をたくさん訪ねたり、特にその、医療ということを中心に仕事をさせていただいているジャーナリズムなんですが、医療も本当に今武田先生のお話にあったように光と影という部分がありまして、特に僕は3月11日にその、大きな事故が起きた後ですね、僕自身はその、原子力、正直言って原子力にあまり興味がなくですね、放射線障害に関しては、例えばその医療機関でどうやってそれをプロテクトしている、というそういうことについてはある程度理解をしてたんですが、ここまで要するにその日本中が放射能という問題に巻き込まれるということを想像だにしていませんでした。特に一番やっぱり僕はその事故が起きたときに注目したのはやっぱり小さな子ども、子どもがですね、小さければ小さいほど放射能の影響が非常に大きいという実態に関して言えば大きいということの事実をですね、国は、公言とはっきりとですね、そういうことを指摘しつつですね、今朝も、朝日新聞なんかでもですね、こういうふうにその占領ゼロのことも被爆している、国はその不安を招くに公表せずなんていうね、大きな要するにその記事になってますが、この中身に関しては、いろんな要するにそのたくさんの是非に近い問題があると思うんですが、まず国が本当のことを我々にきちっと伝えていないという事実をですね、我々自身がやっぱりその認識しなきゃいけない社会が、原発事故をきっかけに来たなということを僕は実感しました。これまでもですね、僕自身はその医療の問題についてさまざまな側面からかなりこう検証報道をしながらですね、いろんな問題点を追求していきました。例えばですね、数年前にですね、たらい回しなんていう言葉から妊婦さん、都内で尿出血を起こした妊婦さんがですね、運ぶ場所がなくて何時間もその、都内をさまよったというとですね、ほとんどの医療機関の人たちはですね、たらい回しはないと、現場は大変だから、受けることができないんだという前提でですね、ずっと来たんですね、これまで。僕のようなジャーナリストはですね、たらい回しという言葉を使うと、ものすごく、その言葉そのものが間違っているということで、相当の攻撃を受けたんですが、僕は実際に一つ一つの救急病院にどれだけの能力があって、どれだけの、搬送実績があるかということをその時にですね、きちんと検証、調査をしました。その時ですね、一番驚いたのがですね、東京の聖路加国際病院という非常に有名な病院がですね、搬送数ゼロの報告をしてありました。これはですね、補助金をいただいていて搬送を受けてもいいよという前提でですね、ゼロということはまずありえません。でもちろんこれは聖路加だけが悪いではないんですけど、今までそのきちんとした中身を検証せずですね、なんとなく我々は、社会のムードに流されてきた、こういうことをですね、やっぱりきちんと自覚していかないと、子供をきちっと守っていける時代ではないということを僕自身は強く実感しました。特にですね、印象的だったのは原発事故の後に小迫さんに退任した時にですね、子供に20ミリシーベルトの基準を設定することについては研究者としても人間としても許せないということです。涙ながらに会見をしました。あの涙がどういう意味を持ったかというのは、僕はよく分かりません、正直言って。しかしですね、現実にチェルノブイリであれだけの事故が起きて、ベラルーシやウクライナがですね、その後5年間にわたって占領を下げてきました。子どもにおいてはですね、年間3ミリシーベルトを限界化すべきだと、そういう数値が明らかに出ているにもかかわらず、文部科学省はですね、20ミリシーベルトなんていう基準を設定してですね、それを学校現場において実践していこうなんていうバカな施策を出しましたけれど、それについて僕はフジテレビ「とくだね」という番組で呆然と噛みつきました。当時ですね、どこのメディアが、もうそういうことに関して放送してないときに、
そういうものをですね、発信するということについては相当逡巡するものもありました。僕自身はもしかするとこの放送で、こういう環境でいわゆるですね、マスコミで仕事できないんじゃないかとまで思いましたけど、まあ、結果は非常にある意味でですね、世の中を大きく動かすきっかけぐらいは作れたかなというふうに思います。その他にもですね、まあ、今皆さんの環境の中で、消費世界、まあ、いわゆる日本は消費大国ですね、そういうそのところでですね、まあ、なんていうんですかね、物事をその消費して浪費することが非常にその経済を活性化させるというところで、我々は今ですね、そういうことについて反省しなきゃいけない時代に入ったというふうに思っています。皆さんこれからたくさんの、我々の中でですね、いろんな問題が世を含めて起きていくと思うんですが、例えば最近ではですね、小さな子供に、いわゆるその発達障害とか ADHD なんていうことをですね、教育現場で早期にスクリーニングをして、そういうものを治していこうなという動きがあります。で、この背景にはですね、小さい子供に抗精神薬を飲ませるとても間違った考え方がですね、小さい子供の脳っていうのはですね、薬に関してはあらゆるリスクがあります。薬を逆さまから読むとリスクという言葉になりますが、そういうことも含めてですね、我々は政府から本当の真実を知らされるかどうかということですね、ぜひ、まあ、こういう機会にですね、考えていただければと思っています。僕自身は保護者の専門家ではないので、まあ、医療健康に関することを踏まえながら今日少しお話をしたいと思いますが、短い時間ですが皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんにお伺いしたいのでぜひその時にはまずご回答をお願いいたします。それでは最後に川根真也先生なんですが、今回東太郎先生の代わりに一日一旦としてご登壇いただきました。本当にありがとうございます。川根先生のスライド26番ですね、はい、ちょっと今先生が26番を使わせてくれますので、どうぞ先生ご紹介よろしくお願いします。はい、こんにちは、川出と申します。東太郎先生のピンチヒッターということで、座るには人が多いんですけれども、同じ埼玉県から参りました。先ほどですね、東太郎先生の秘書ガールにいられている方に連絡を取ったところ、一応体調がですね、少し戻られたということで、そろそろ講演会活動も再開されるのではないかということです。東太郎先生、先ほど安倍さんの方から紹介されたメッセージ、2日間かけて書かれたメッセージだそうです。1回コンピューターが壊れて1回データが消えてしまったけども、もう1回、力を振り絞ってですね、体調悪い中書かれたメッセージです。私もよくすごく感動しました。ぜひやったらまたご覧ください。私は中学校で、埼玉市立三室中という中学校で理科の教員をやっています。こんなですね、場所で皆さんにお話をするはずではなかったんですが、たまたま私の中学校に 3.11 というこの放射線の受けがあったんですね。で、チェルノブイリ事故の時から放射線のことを考えてた方はこういったものを持ってたと思うんですけれども、私が買ったものではありません。実は今年の4月から中学校の理科の教科書は変わります。放射能について教えるってことになるんですね。だから放射線に関する副読本なども小学校、中学校で使われていると思います。これは、日本のエネルギー生産から、2030年までに 50% を原子力で賄おうと、こういう計画があったわけです。それに伴って中学校の教科書を変えると。そのためにはですね、教育委員会、ご丁寧なことに実験もしなければどうせ理科の教員は教えないだろうということで、その3年前、前年度に、この放射線の受け理科室に埼玉市の中学校ですよ、一大スタートね。で、私は週明けた3月14日からスイッチを入れて測り始めています。それでですね、この1年と4ヶ月で分かったことがあります。次のスライドをお願いします。下にビニール袋の落ち葉が入っているんですね。で、この落ち葉の放射線がどのくらいか、これ空間放射線量を受けのラディクスが変わっています。クリックをお願いします。まずバックグラウンドはですね、 0.12 マイクロシーベルトの感じです。これをですね、右側にジップロック、ちっちゃい袋にですね、落ち葉が入っています。この真上に置きます。はい、次お願いします。そうすると、はい、クリックをお願いします。 0.15 マイクロシーベルトの前身になるからね、このね、たった 0.03 0.03 が上がるっていうのは、それは相当な放射性物質がそこにあるっていうことです。でもこの落ち葉はそこら辺にあります。
おそらく館内にもたくさんあります。その落ち葉が実際ですね、どのくらいの危険度なのかっていうのは実は空間性によって分かりませんと僕も思っていました。具体的には食品とか土壌などを調べるベクレルという単位があるからね、 1kg あたり何ベクレル、皆さん想像してみてください。ここに置いたら 0.12 だったのが、ジップロックの上に置いた 0.15 だった。さて、何ベクレル毎キログラムの落ち葉でしょうというふうに授業やってるんですけど、では私はですね、考えたらこれね、少なすぎるビニール袋いっぱい集めてもらいました。これ埼玉市役所のすぐ近くの自宅のお母さんにお願いをしました。次お願いします。これです。よく見えないと思います。拡大します。次お願いします。はい、クリックお願いします。落ち葉1グラム 0.25 なんです。そしてクリックお願いします。わかりますか。クリックお願いします。時々 0.45 マイクロシーベルトの毎日になるんです。これをゲルマ、NAI シンチレーション検出器でベクレルを測ると、クリックお願いします。クリックお願いします。5170ベクレルです。これが普通に落ちてるんです。つまりですね、はい、クリックお願いします。農林水産省のデータにですね、薪の 2% が燻製につくというデータがあります。もし5000のこの落ち葉で焼き芋に作ったと 2% ですから、100ベクレル毎キログラムのさつまいもができるんです。こういうことを去年私たちの前の子供たちやボーイスカウトや小学校やいろんな教室やっていませんか。私たちの身の回りにこういったものがですね、普通に転がっているんですね。だから私はまず一つ目、空間線量では危険度は分かりません。これで瓦礫のね、燃やした灰なんかを調べたらナンセンスなんですよ。ベクレル毎キログラムというデータでまた調べなければいけないというふうに思いますし、私はこの去年の中でどこが危険地帯なのか、どこが汚染地帯なのかということを皆さんにも考えていただきたいと思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今回は好きではなく空気がないというようなことで、多分後ほどの事前質問でも中に入っている回答になるかと思います。それでは、ここから事前質問からピックアップしたテーマについてご助言とご意見などを伺いたいと思います。テーマがですね、4つぐらいにちょっと分けたんですが、食の質問と、出産の質問、それから子どもの健康問題の質問と環境問題の質問というふうに分けましたが、圧倒的に食の質問が多かったので、食の質問をちょっと最初にお答えいただければと思います。質問の方の、お住まいだけをちょっとピックアップして記載しています。次お願いします。僕の質問、青木の方からの質問で、昨年3月の放射能大量放出時の横浜市民の人体の影響はどの程度だったとお考えですか。食べ物に気をつければ取り返せる被曝量だったのか心配です。そしてちょっと、質問の続きに2番目お願いします。横須賀市の方から、野菜や果物、牛乳など農畜産物に対しての今後の放射性物質の影響評価を詳しくお願いします。そして3つ目、こちらも青森の方、太平洋側の魚類はさっきできる限り日本海側あるいは外国産のものを食べるように、野菜類にしては西日本産を利用するように奄美大助言されています。今ね、考慮すべきなのか、期限はありますかと。4つ目です。現在の横浜で地元の野菜を食べても大丈夫でしょうか。関東産のもやしやキノコは大丈夫でしょうか。今横浜で日々の生活で気をつけるべきなのはどういったことですか。5番目です。もし魚を食べたい場合どこの海域まで避けるべきでしょうか。そして6番目、汚染経路が空気ということに関してはどうなのでしょうか。先ほどの少しかぶりますが、どの切り口からでも結構ですけれども、武田先生は食についていろいろご見解はブログなどでも拝見しますけれども、いかがでしょう。ちょっとあの次ぐらいなんか魚の、はい、5番目にございました。それぞれ見ましょうか。はい、5番目
ータはちょっとあんまりデータですか、ピーク外のデータです、はい、武田先生も全体のデータ知りません。あと2つぐらいあるのは分かったの、ずっと後ですか、後ですか、いやいや、あの、あ、そうだ、後ろからね、カッコ3番のちょっと前、5ページ目の5ページ目なんか、スライドやる人映せます、映せないですデータです、覚えですね、はい、ちょっと見にくいです、あ、そうです、これはですね、6月の中旬ぐらいに NHK がですね、福島沖の魚はもう、あの、全然放射線が測定されませんという話があって、それで、そんなことあるのかなと思ってですね、そんなことあるのかなって理由があってですね、海洋に拡散したセシウムが魚にどう取り込まれていくかっていうのをですね、もうすでにチェルノブイリの時、非常に微量ですけど研究がありまして、それで今の時期にもうなくなるってことはないと思ってですね、だいたい学問っていうのはそのことだけを見るんじゃなくて、一つのデータを見るんじゃなくて、それが前後のデータとの整合性っていうんでしょうかね、説明がきちっとできるかっていうのを考えるんですが、それでまあちょっと見てみたら、これ水産庁のデータなんですが、ちょっと分かりにくいと、だいたい200くらいのさ、こうなったのが全部100個してるやつです、まあ、中には1500とか1700っていうメバルもある、福島県沖ですね。そうですね。あと590がカレーですね。はい、それからこれも540カレーですね。はい、まあ、こういったものがですね、ずらっとある。これ大体取ったのは大体今年の6月の中旬から下旬ですね。最近のことですね。それからまあちょっとその近くですね、茨城、千葉、それから岩手、宮城、それから青森の4海岸、太平洋側、これを同じで見ますと、大体ここはですね、20から、まあ、大きな60ベクレルぐらいがある記録なんですね。それからまあ前から言ってますけど、川魚、これはですね、非常に高いわけで、大体1700とかも3900とか、いっぱい、鮎とか、うなぎ、土壌、イワナ、みんな高いわけですね。で、まあ私が、当面太平洋側、千葉沖から青森沖までは食べない方が良いでしょう。慎重な人は北海道沖、神奈川沖も避けることですが、北海道沖と神奈川沖はもう一つ一桁。ですから今福岡沖が大体まあ200-300、それからその周辺が大体まあもう一桁になって、さらに北海道神奈川ってもう一つ低いというふうにまあ認識していただいて、大体1kg 40ベクレル前後がまあ一応安全圏としますとですね、やっぱり太平洋岸の魚はちょっと危ないかなと思うんですね。こういうもので見方としては難しいのがですね、これをちょっと人間はパーッと平均取っちゃうんですよね。大体平均このくらいってなっちゃうんですけども、食べる魚は全部食べれば平均なんですけどね、買う人によってはカレーが好きだとかいうのがあってですね、必ずしも平均ではいらないんですね。ですからまあちょっと高い部類、一番高い数字だけ入れた頭に入れてる必要はありませんが、やや高いところを頭に入れてる必要があるということですね。これは魚を今ちょっと紹介したんですが、今のご質問をずっと見てますと、どういうものを食べても大丈夫かという点ではですね、まあ、今では太平洋側のこの領域の魚、それからまあキノコ類ですね、それから柑橘類、まあ、これはまあ注意をしなきゃいけない。それから最近になって、例えば山菜ですね、それから国産の小麦で作った、まあ、うどん、そういったものもかなり汚染されてきました。これは確か予算の時もお話したと思うんですけども、まずお母さん方が放射性物質がこう粉みたいなもので、それが去年の3月から待っていて、今どこら辺にあるかっていうイメージを親が持つのが一番重要なんですね。例えば今でも雨に濡れちゃいけませんかっていうのがあるんで、いや雨に濡れても大丈夫ですよ。なぜならば雨に濡れていけない時期というのは空気中にあるこの時代ですね。今も空気中にほとんどないんですけど、雨は大丈夫。これ強い風はどうですかというと、表面に落ちている状態ですと、その赤い粉っていいますか、放射性物質の粉ですから、粉が舞い上がるという危険性がありますですね。洗濯物はどうですかというと、まあ、1回ぐらいで強い風の火が吹いている時は洗濯物につきますが、2回3回はもう大丈夫。それから畑の上に落ちるものと言いますと、今度は葉物野菜は空気中になければ、あまりはまた再飛散したものもありますけど、あまりは汚れないということですね。
そうしますと、今汚れてる食品は何かっていうと、基本的にはやっぱりある程度土に染みたり、去年の秋頃とか夏頃に落ちた小麦がそうですね。それで小麦粉を取って熟成して今年このうどんで出るといった時間差攻撃ですね、まあ、こういったものに移ってきている。それから大体はその、まあ、ビオンですからある程度生物の中の体の、まあ、重要なところに入る傾向がありますから、胚芽だとか、まあ、例えば米ぬかが今汚れてますけど、米ぬかとかそういうように、まあ、一応ですね、できるだけ頭の中で現状を理解し、かつデータを見て、ご自分でですね、あ、なるほど、これが汚染されてるのはこういう理由なんだと、まあ、いうことを理解してですね、そしてお子さんを守るというのは重要ではないかと思います。ちょっともう一つだけお話をちょっと忘れちゃうことが多いんで、もう一つだったんですね、はい、ですね、汚染は全体して減ってきました。この汚染が減ってきたのはですね、放射性物質がどっかに行ったからなんで、放射性物質全体はなくなりませんから、よく新聞なんかで最近汚染が減りましたって言うから、僕がどこに行ったんでしょうかってこう聞いたんですけども、海だったりなんかするわけですけどね、山の中だったりするわけです、減るということは本質的にはないんですが、自分の生活圏内とか自分の買う野菜とかそういうのは減ってきた。それで食材はですね、全体としては減ってるんです。そこで私はですね、この前福岡、福島以外でお母さんの20種類の食材を全然何も選ばないで買ったと。その時にお子さんにそれを食べさせた時にお子さんの基準を超えるかという計算を、だいたい周辺の都道府県でやってみたんですけども、20種類ぐらいを買って3、4日でまんべんなく食べるっていうことをもしできれば、間違って汚染された食材が入ってても大丈夫です。40に行きません。というのはバイ菌の場合はどこかが汚れてるとそれが体の中に入って菌が増えるんで感染しちゃうんです。放射線の場合は平均値になりますから、キログラムあたりどのくらいのベクレットで一応病気になるというふうに今考えられていますので、その点ではですね、できるだけまんべんなく、外国産のものも入れてですね、新日本のも入れて平均値を下げるというのがおそらく一番重要なんじゃないかと。はい、ありがとうございます。付属の意見会でもまんべんなく食べるということをおっしゃっていて、はい、1キロ40ベクレルを超えることはないようにすれば、はい、まあいいでしょうというお話が、はい、ありますが、これについては、40ベクレルっていう数値はやっぱり一つの基準になるんでしょうか。これはね、考え方なんですね。国が今1キログラム100ベクレルという値を出して、これは何かって言いますと、食材から1ミリシーベルトを以下にするというやつですね。だけども1ミリシーベルトっていうのは大事なんですよね。外部から受けるもの、それから水から受けるもの、それから食材から受けるもの、それから子供ですと運動しますと土ぼこりなんかから受けるもの、これの足し算が1年1ミリシーベルトですね。その下が何があるかって、自然被曝の 1.5 があって、医療被曝の 2.2 があって、核実験がちょこっとあって、それで原発が1ミリシーベルト。だから例えば家が全く外部線量が自然と同じであれば、まあ、これ80ベクぐらいになるくらいだ。もしくは医療被曝は、私の子供は全く集団検診もしてませんし、歯の治療もしてません。医療被曝はほとんどゼロに近いんですっていうとですね、食品ではもう少し取れる、どんどん望ましくないですよ。できるだけ減らしてるのはいいんだけど、まあその基準から言えばですね、お子さんが被曝する量は自然被曝との 1.5 と、それ医療被曝の 2.2 と、それから核実験の 0.3 と、それから原発からの1を足した5ミリシーベルト、これをいかに減らしてあげるかということですね。ですから一番最初のお答えもそうですけど、横浜に住んでて線量が取り返せるのかと、2つあるわけですね。1つは時期的に一応3年一区切りとなってるんですね。3年一区切りで、まあ、去年被曝した子供は今年少し休ませるような何かしらを取る、まあ、できるだけ医療被曝を受けさせないようにする。それによって3年間で、まあ、できるだけ慣らすというか、まあ、そういうことですね。まあ、横浜に私住んでれば、私の考えでは特に食べ物さえ気をつければ、現在の被曝量で
トータルでよほどの人でない限り5ミリシーベルト、つまり原発からの2パックだけで見ますと1ミリシーベルト超えないと思います。ただサッカーの練習がよく知ってる人とかそういう人はやっぱ砂漠からありますからね。先ほどもご紹介あったように落ち葉をジャンジャン燃やして遊んだとかそういう場合があります。それからなんか修学旅行に偉く日光とかそういうの行ったとかですね、個別にそういう人がいるんで、本来は個別のお子さんの行動を見て、計算して考えるのが一番正しい。個別対話ということですね、はい、食についてその例えば日々の生活で気をつけるべきなのは、まあ、食品を選ぶことだとおっしゃったんですけども、伊藤さんのお考えをちょっと伺いたいんですけども、やはりあの幼いお子さん育ててらっしゃると思うんですが、どういったことを日々生活で気をつけてらっしゃるかとか何かアドバイスがあればお願いいたします。基本的には今田川先生がお話になったことに今準じているんですけど、ただちょっとその竹田先生と僕は少し若干違うのは、内部被曝と外部被曝とその等量に考えるっていう考え方は医学者の中でも議論があるんですが、例えばそのもっと低い、例えば国はまあいわゆるその100ベクレルですけど、子供に関してはその水なんか10ベクレルっていう設定なんですが、今もう10ベクレル以下 の、 その食品を目指すという考え方なのですね、僕は小さい子供に関しては予防原則をなるべくその親が果たしてあげることが将来の今後ですね少なくするかなと考えてますね。ただ平均値は非常に重要で、まあ、我が家のやり方で言えばこれはもう単に僕の試験に過ぎない、ただその試験にはいろんなその医学者と話したとかですね、いろんなことをこう考えながら、まあ、うちの要するにその子供たちはどう守るかという中でですね、基本的に例えば、つい最近にですね、宮城県の東松島の魚から4300ベクレルパーキログラムつい7月の2日か3日に出てですね、でそう考えた時に北の方の魚は原則的にはうちは食べません。北海道のものに関してはですね、まあ、ちょっと微妙なんですけれど、一番やっぱりタラなんかはですねちょっと微量率が出てるんですね。でこういうもの練り物になっているので、練り物の要するにその産地ってなかなかわからないでですね、例えば、はんぺんで言えばサメなんかから出てますから、はんぺんの材料をサメで作ってるとかですね、まあ、中身をこれその知るということは結構大変なんですが、僕の家内はそういうことについて、まあ、なるべくその厚労省のデータを見ながら、まあ、どこで何が出てるかってことを理解しながら、まあ、産地を避けるということで、メインの食べ物は我が家の場合は、関東近辺で食べてませんでした。それは大体の、九州の方からですねお取り寄せしていて、非常にその例えば九州の方の生協の中でも片直九州というところから取ってるんですが、ここなんかはですね震災瓦礫の広域処理についてきちっとした意見を持っていたりとかですね、まあ、ちゃんとしたポリシーのことに運営しているところがたくさんあって、もちろんゲルマリウムのものを使って測定しているとかですね、やっぱりこの現地っていうのは非常にその子どもについて僕は重要なファクターだと。で牛乳なんかは北海道のものをほとんど飲ませていてですね、ただこう給食は都内の中はですねやっぱりそのきちっと測ってない方が多いんですね。でここもいかんともしがたいんですが、なかなか子どもが小学生の子どもに関しては給食でですねお弁当を持ってかせるっていう選択肢を選んでいるお子さんもいらっしゃると思うんですが、これは親御さんの方が判断次第だと思うんですね。残念ながら我が家はですねそこまでの余裕がないということでですね、まあ、いわゆる先ほどの平均値という考え方でなるべくその日頃の逼迫をそのベースで避けて、でさらに、まあ、外食もですね基本的にはなるべくしない、で時々やっぱりその東京から出すとですね、そういうことで、まあ、トータルで、まあ、平均値を下げる。で実際に去年ですねうちの息子はその、まあ、東大でですね、まあ、あるプロジェクトでゴールボディカウンターにかけさせたんですが、日本のゴールボディカウンターも、その時には出ませんでした。まあ、1ベクレルでした。ただその時同時に東京のお子さんからですね6ベクレルぐらい出たお子さんがいらっしゃったんですね。だからやっぱりその生活の仕方で随分違うんだな。ただその6ベクレルをどう考えるかっていうのはこれはもう本当に科学的にははっきりしない病気なんですよ。ただ実際に東大のアイソトープセンターの子ども教授なんかはですね尿中にいわゆるその長いこと膀胱なんかありますので、6ベクレルぐらいのものがその出現するとですね、まあ、いろいろな問題が起きる可能性があるということを言っているので、まあ、子供に関してはですね、人生長いんですね、正直。
これから60年も70年も生きていかなきゃいけないときに、まあ、今は親として、まあ、僕はですね、正直言ってもうある程度も接種してもそんなに影響がないというふうに考えてますね。ちょっと子供だけは別扱いでですね、やるのは大変なんですが、そういうふうな考え方で、特にやっぱり小麦の問題が今起きていてですね、実際にうどんが80ベクレルとか100ベクレルとかうどんが横浜でも出てるんですね。でそういうものを食べるかどうかっていうのは、僕はやっぱり子供にはね、その時には食べさせたくないと思ってるので、やっぱりその今何に、出てるかっていうことをやっぱ知る必要があって、それはインターネットなんかにもたくさん情報があるので、まあ、親御さんが今どうも小麦があらないというのがあるとですね、結構お菓子なんかに小麦を使うんですよ、ね、いろんな問題があって、うちも時々やっぱりその都内でですね、お菓子屋さんからケーキなんかをいただいたりすることがあるんですが、その都度僕はそのじゃあ例えばこの乳製品はどこのものですかっていうふうにご質問したりする。でデパートは最近そういうものに対してきちっと答えてくれるところもあります。これは、北海道の何々牛乳の乳製品を使っています。でそういう時はこれはギリギリセーフかなっていうところで、結構そういうチェックを日頃から大変なんですけれど、することが予防原則という意味では、意味があるのではないかなというふうに考えています。ありがとうございます。たくさんヒントをいただいたと思いますが、食品についてもぜひ伺いたいんですが、田辺先生は公立中学校の先生でいらっしゃるので、給食の問題も絡んでくると思うんですけれども、何か気をつけていらっしゃることとか、あと現状、埼玉県になると思うんですけども、どういうふうな、土壌というか、何ベクレルぐらいあるのが校庭の現実なんだみたいなお話があれば。はい、少しでも食べ物の話をしていいですか。はい、すいません、それでは24番をお願いしたいんですけど、スライドの24番をお願いします。これはですね、放射線防護委員会、政府が提供している放射線専門家たちですね、このぐらいの放射線大丈夫とかね、4000ベクレルマイクログラムのセシモ線牛肉を食べても、100グラムぐらい食べても大丈夫と言ってる人間たちが作ったグラフです。まずこれはですね、一度に1000ベクレル摂取したらどのくらい時間かけると0ベクレルになっていくかという数字なんですね。でここが200日後、これが400日、600日、800日、だいたい700日、つまり約2年間経つと1000ベクレル食べた放射性セシウムは0ベクレル。とかですね、ここが大事ですね。毎日1ベクレルずつ食べていくと、どのくらい2年後に溜まっていくか、約100ベクレルちゃうんですよ。ところが、さっき言った、毎日10ベクレル食べていくと、2年後には体内が1400ベクレル超えるっていうふうに彼は報告をしているんですね。で、私はちっちゃい子供、非常に僕は毎日10ベクレル食べてるだけでも危険だった。1ベクレルを食べるべきではないというふうに思っています。でこれからの、問題なんですけれども、すみません、50番が飛べますか。あ、51番がありますか。はい、これですね、チェルノブイリのプリピャチ川っていうすぐそばに川があってね、それでもストロンチウム90とセシウム130などの月ごとの平均濃度に変わります。簡単に言います、ここがチェルノブイリ事故の翌年です。10年経っても変わりません。なおかつ1番が多いんです。つまりセシウム濃度よりもストロンチウム濃度が高いんです。これは IAEA という、国際原子力機関という原発を推進する側のフォーラムの資料を持ってました。その次お願いします。でこれがプリピャチなんですね。ここがチェルノブイリで、ここプリピャチが長いです。すぐそばですね。はい、次お願いします。これが今回の福島の周りのセシウム137の5000万トンです。山にぶつかってここに溜まってるわけですね。これから出てくる放射性セシウムがどん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 川を伝って流れてくるんです。次お願いします。これが阿武隈川から海へ500億ベクレル、毎日500億ベクレル流れてるんですよ。山から落ちた放射性セシウム、これがこの一帯、郡山、福島、そして宮城県の河口の岩沼、ここら辺あたりに流れてるんです。
田んぼっていうのはここから水を引いてお米を取って作ってるわけですから、野菜を作ってるわけですから、僕は去年と同じレベルのお米の汚染が今年も出るということです。次お願いします。でこれはですね、お米、白米ですね、白米と玄麦の中のストロンチウム濃度とセシウム濃度なんです。これびっくりすることに、玄米、玄麦についてはストロンチウムの濃度が高いんです。だから簡単なことで言うと、10ベクレルセシウムなら10ベクレルストロンチウムはおかしくない。政府は全く報告していません、ストロンチウムについては。これ白血病の原因になります。次お願いします。でこれが早川良二先生が、早川先生がですね、作られたデータなんですけれども、かつて日本人はどのくらいストロンチウムやセシウムを食べていたか。これ1963年、これが体験内科の実験のピークです。この時、せいぜい1ベクレルです。1日1ベクレルです。先ほどですね、武田先生がおっしゃって、1日40ベクレル食べたことないんです、日本人は。そのことを前提に、今私たちの置かれている環境を考えたいというふうに思っています。ありがとうございます。具体的なデータをもとに解説していただきましたが、ちょっと時間が押してしまっているので、質問の次のテーマに移らせていただきます。多分食品も絡んでくる問題だと思うんですけども、出産の質問で1番目、今日柏からお越しの方もたくさん見えたってると思うんですけども、具体的に柏で妊娠するのはやめた方がいいですか、移住も考えています、関東内の移住は意味がないですか、瓦礫受け入れ地域へ移住しない方がいいですか、というような質問を同じ方からいただいています。それから2番目の出産の質問です。こちらも埼玉県川口市の方からです。これから子供を授かりたいと思っている方ですね、子供を授かるには今から3年くらいは待った方が状況は良くなるのでしょうか、それから3つ目、こちらは東京都杉並区の方ですね、移住するべき基準を教えてください。それから、出産の質問4つ目です、新宿の方です。被爆が精子と卵子にどのくらいの影響を与えるのか知りたいです。これから出産を考える人にとっても大きな問題だということで、どれも深刻な具体的な場所を指定されているんですけれども、武田先生はどのようにお考えでしょうか。ですね、歴史的には最初被爆と健康の問題は特に遺伝的な、既経費だとか遺伝性の問題が一番重要だと思われる。でその時はですね、大体、1回1年に 0.5 ミリシーベルトと今からもずいぶん50年ぐらい前ですけど、一旦定められたと思います。しかし研究していくとどうもですね、遺伝的なものはあまり大して大きな影響がないんじゃないかということで、一旦その世界的には1年5ミリシーベルトという値になりました。その後がんの研究が進んで、もしくは免疫ですね、自己免疫疾患とかそういった研究が進んで、ちょっと5ミリシーベルトは危ないぞというので、1ミリシーベルトに下がってきたという歴史を持っております。この国際基準というのはですね、いろいろその批判する人はいるんですが、私は国際基準をある程度信用して話をしている。なぜかといいますとですね、全世界の旅行者、つまり全世界が同一基準で旅行できるように一応決めた基準なんですね。ですから基準があるから安全だってんじゃなくて、我々は今まで知らずにですね、全世界の被爆基準で実は海外旅行もしてたし、海外の水も飲んでたし、食料も輸入したり輸出したりしてた。だから一応この基準はですね、非常に膨大なデータから出てきているので、一応の信頼感が置けるということですね。私ちょっと今先生とご意見違うんですが、科学データというのは非常にばらつきが大きくてですね、安全だっていうデータを持ってくると1年に100ミリシーベルトも大丈夫なんです。これだから福島の山下先生に言ってると本当なんです。かたやですね、ちょっとでも浴びたらものすごく病気になるっていうデータもあるんですよ実は。だから例えばデータが1000個あってですね、そこから何を取ってくるかで決まっていうのではですね、生活ができないんですよ実は。そこでですね、今の1年1ミリシーベルトとか1キログラム40ベクレルっていうのは何でできてるかっていうと、おおよそこのくらいっていうんでできてるんですね。本来ですね、学問が進んできたらおおよそが取れるんですよ。
僕はいつも言ってるんですけど、昔は天動説と地動説があってですね、ある人はお天道様が回ってると、ある人は地球が回ってるって論争してた時代があるんですよ。だからこういったものはですね、学問には仕方がないんですね。要するに発展途上ではデータがダーッといろんなものが出てくる。じゃあその中で人生を送る人はどうしたらいいかっていう問題がありまして、それは取り決めていくんですね。取り決めていくっていうのはただ取り決めてるだけだから、親御さんがもっと慎重にやろうと思ったり、もう少し余裕を持ってやろうとしたり、どっちでもいいわけなんですよね。で難しいのはタバコみたいに自分の意思で吸うというふうになると、危険な人は吸わない、危険な人は吸わないというんですね。まあ副流煙のことですよ。それから、まあ、タバコなんか大したないやつから吸えばいいんですよ。お子さんの放射線というのは自動的に受けますのでね、その分は慎重の方にちょっと傾けなきゃいけないということですね。それは前段があって、例えば柏に住んでおられる、柏に住むってこと自体が間違いなんですけど、まあ事情があって柏に住んでおられる。間違いですか？はい、もちろん間違いです、はい。ここが間違いっていうのはどうして間違いっていうかですね、いろんな議論を経て1年1ミリシーベルトなら一応我慢できるだろうと。これは先ほど言いましたようにデータいっぱいあるんですけど、1年1ミリシーベルトなら我慢できるだろうなんです。ところが柏は1年1ミリシーベルトで生活できません。だからもちろんダメになる。どうしても超えてしまう。はいはい、ダメなんだけど、ダメを承知でそこに住まなきゃならない人もいるから、はい、その人は私はダメなんだって思っとかない。それはもう思っとかない。仕方がないですね。だけども、先ほど言いましたように、歴史的にはですよ、歴史的には、出産とか、その妊娠の方が少し緩いんです。ダイエット。それも間違ってるかもしれないですよ。はい、それも間違ってるかもしれないけど、今のところの全体の傾向はそうです。したがって私はね、妊娠だけ取れば頭でもいいかなって。妊娠だけ取ればもう癌になってもいいよと、子供を産むのが大切だと、危険児が生まれなければいいというのであればね、今までの平均的データはそうだ。これはね、あくまでも平均的だから、ご本人が1万分の1でも嫌だとした場合はダメだ、ダメだけども、まあ平均的にはそう、目安というのはそうできてる。精子と卵子はね、精子は非常に弱いんですけど、体小さいから精子は。だから受けやすいんですけども、精子は2ヶ月で入れ替わります。ちょっと長寿の精子もいるんで、まあ、目安としては1年経てば大事。だから例えば、ご主人が福島に行って被爆、ボランティアで福島に行って被爆して帰ってきたら1ヶ月、1年は子供作りはやめた方がいいですよ、そうです。これも目安なんだ。で、卵子は大きいから傷つきにくいんですが、逆に卵子は入れ替わりませんので、排卵サイズまでは同じ卵子で、女の子のやっぱり腹部はやっぱり気をつけてあげなきゃいけない。つまり同じ1万分の1やられるとしてもですね、精子が1万分の1やられてもいなくなっちゃうからいいんですね。女の子の場合は1万分の1の卵子が壊れた時にそれが受精すると、そこで何か変なことが起こるんですね。ですから、まあ、女の子の腹部っていうのはやっぱり相当注意してあげなきゃいけないというふうには思いますが、防御はですね、妊婦は結構防御しますので、まあ、0.5 ヶ月から7歳が非常に異常が多いというのは、まあ、それを言っているわけですね。その意味では妊娠は大丈夫と、まあ、例えば非常に困ったことをすれば、はしごで妊娠して生まれたら6ヶ月以内に別のところに行くと、はい、まあ、こういうことになる。非常に細かく言える、はい、まあ、望ましくない。それで東京の関東のあたりで違うかって、ものすごく違うんです。これは先ほどの話があって、汚染された地域と汚染されない地域というのはもう全然違って、例えば 0.3 があるのに、そこから10キロの距離はですね、漏れない目安とか全く違う。目安としては大丈夫だと思います、はい。だからこれはね、やっぱり測定器を持って自分の家の近くでもよく測定されて被爆経路を避けるっていう、これね、普通はね、やるんですよ。例えばなんかね、インフルエンザが流行ったらね、インフルエンザの流行ってる学校の近くには行かないとか普通やるのね。なんか放射線だけはなんか少し人の頭の判断力弱めるのか、なんかね、全体的にと思っちゃったよね。それから浴びても大丈夫だよって、いや放射線で強い子供を作るって、いやそんなのできませんよって言ってんだけど、なんか錯覚しがちなもんなんです。だから非常に当たり前に考えて、放射線の高いところに近寄らない。それからちょっと家を移れば、この前船橋の人がちょっと聞いてみたらいろいろ高いんで小金井に移ってもらいました。そういうのは小金井を移ったらもう全然 OK ですね。線量が低い地域に、そうです、
ションの3階に行けば室内も全部あの低いわけですから、だからそこはやっぱりですね、非常に冷静に考えて、数字の問題ですからね、数字を決めるのはご本人が基準は1年1ミリシーベルだけど、私は 0.1 で行くと、私は100で行くというのはこれ本人が決めるべきですね、まあ、法律は1年1ミリシーベルですね、はい、ありがとうございます。他に伊藤先生やバーレ先生は何かご意見を求めたいんですけど、ございますか？あの柏もその柏でね、まあ、10杯人があるから、その個別性が高いってどういう家に住んでるのか、例えばその場所がどうなのか、どういう食生活をしてるか、はい、でそういうことを要するにその自分でやっぱりそのここに来てですね、柏で妊娠したら大丈夫ってものすごく大雑把発言なんで、まあ上瀬さんの成田先生だったら柏に住むべきでないっていうのは、非常にその柏にはあのその危険な場所があるっていうのはあの周知の通りですけれど、そういうことをねやっぱり自分で考える力がやっぱり重要だなと思いますね。で今もう占領権なんか1万円という価格でいくらでも売ってますから、まあ、そういうものをまずちゃんと申すとかですね、妊娠を考える以前にやっぱり日頃の生活を考えたらいい。ただあのこれは医療的な問題というかね、あのもっともっとあのもちろん僕は放射線のリスクを否定するわけじゃないです。ただ妊娠というのは実は救急医療だと皆さんご存知ないです。で柏は結構危ないです。それはなぜかというと、柏にはですね、周産センターと言われているのがそこにないので、つい最近も僕はある事故、事件を要するに検証しましたけど、千葉や柏の一部の地域っていうのはほとんど医療数が近いことがあるんですね。自治体の問題という、はい、でそういうところで例えば妊婦さんが妊娠中に何か起きたというんですね、これ亡くなります、お子さんも亡くなります。だそういうことでやっぱり自分の身の回りにあるリスクっていうのははっきりと把握するってことが大事で、あの僕が東京都内に住んでるのはやっぱりそういうことも含めて、いわゆる救急医療を小さい子供はですね、突発的に何か起きた時にはもうすぐ運んで何とかしてもらわなきゃいけないということで、必ず、まあ、何万人に一人が起きるんですよ。でそういう時に自分がどうするかっていうのは、まあ、放射の問題と全く一緒なんで、出産は救急医療だってことをやっぱり理解した方がいい。なるほど、自分の周りのリスクをきちんと把握することですよね。ありがとうございます。菅先生、ありがとうございます。あ、じゃあ90番がお願いしたいんですけど。90番、はい、まずですね、私あの実は2月に、去年の 3.11 の前の2月にですね、イラク、日本イラクという医療支援ネットワークのジムネットというところがイラクのレッカーランダムでたくさんの砂漠が汚染されているんです。その地域でたくさんの子どもたちが白血病にかかっています。あと白内障にかかっています。そういった子どもたちに医療支援を行っているグループの集まりになったり勉強をしてきたんですけれども、日本人の医師で現地の白血病の子どもたちを見ている、井下博さんがあります。彼が福岡報告会で出た時に質問しました。3.11 の後でした。4月でした。どのくらいの空間制限で非刑事が生まれる可能性がありますか。彼はこう答えました。 0.5 マイクロシーベルト倍しました。また5月に、担保者でまたあのレッカーグラン問題研究会の代表という山崎久隆さんでございます。彼はレッカーグラン問題の基礎の勉強されています。彼に同じ質問をつけました。どのくらいの空間宣伝で危険死が生まれる可能性がありますか。彼は 0.6 だと言いました。 0.6 マイクロシーベルト。つまり柏はですね、こういった空間宣伝あるんですね。でもう一つ、武田先生はあの空間宣伝量で測ってっていうことをおっしゃってました。私も実は同じことを思っていました。でも私今違うんじゃないかと思っています。空間線量で分からない問題がある。それはアルファ線の問題です。ウランやプルトニウムはアルファ線を出すんです。それはガンマ線しか分からない、シンチレーション試験カウンターでは分かりません。でつい先日あの早川由紀夫先生という、群馬大学火山の研究の方がですね、福島から第一原発から漏れた放射性の、空気ですね、放射性物質、何時何分にどこを通ったかというルートを、出されてるんですよ。ぜひあのインターネットでありますので調べてください。3月21日がまずいです。柏を直撃しています。そしてまた埼玉県の三郷やその辺りを直撃しています。私は3月21日というのは実は3号機の圧力が急にストーンと下がった後なんです。僕は MOX 燃料を含んだ
格納容器底が抜けたと思ってます。その風がいわゆるこの沿岸を通して柏の中に来てると思います。そうするとですね、ウランやプルトニウムを含んだ岩石が大量に落ちてる可能性があるんですね。で、僕もしそうだとすれば、噴火するわけではありません。土壌を調べるしかないんです。土壌にウランやプルトニウムがあるかないかを調べない限りは奇形児がたくさん生まれるかどうかっていうのは分かりません。で、これがですね、ミシェル・フェルネッツさんという方が、書かれた終わりなき惨劇、チェルノブイリの教訓から学ぶという本の中に紹介されているものです。デュブロワさん、チェルノブイリ北方250から300キロメートル5センチ地帯で、その両親が生まれた子供の研究なんですね。で、突然変異の割合は、染色体の変異の割合はイギリスの非汚染地帯からおよそ2倍だ。で、両親が住んでた地域との鮮度と突然変異の発生し方は相関関係。次お願いします。次いきますか。はい、ちょっとこれ数字で見にくいんですが、後で私の、内部被曝を含む市民研究会の、ホームページの方に出しておきますけれども、実はこれですね、チェルノブイリの線の部分で、放射線管理区域、ここが放射線管理区域です。 3.7 万ベクレル毎平方メートル以上、こちらが義務的移住区域 55.5 万ベクレル毎平方キロメートル以上です。で、こっちが非汚染地域です。明らかに無能の子供、あとは口唇口蓋ですね。ここがですね、唇が、切れてるまでやってくる、あと指が重い子供、そしてダウン症の子供、明らかに汚染度が高ければ高いほど、発生率が上がっています。そして実は場所はですね、ここの辺りにあります。 3.7 万ベクレル毎平方メートルを超えます。埼玉県の美里もやっぱり同じです。神奈川県でもこういった、小学校の校庭や中学校の校庭あると思います。大体ですね、これを土壌 1kg あたりから直しますと569ベクレル毎キログラムです。覚えておいてください。569ベクレル毎キログラム以上ある校庭だとこの 3.7 万ベクレル毎平方メートルに相当します。私は残念ながらそういったリスクを背負って出産されることになるかもしれない。ただしこれは確率の問題でもあります。ここに書いてあるように10万人あたりです、あ、ごめんなさい、1000人あたりです。1000人あたり 0.54 でかかる、ね、1000人あたり1人生まれるか生まれないか、その子になるかもしれないし、ならないかもしれないというリスクである。で、私は本当にですね、先ほど武田先生がおっしゃったように、やっぱり一人一人で守るべきだと思うんですよ。で、この間福島の、ね、方を中心にですね、移住の権利が認められましたね、法律ができましたね。ただこれ何ミリシーベル以上ってまだできてないんです。黄金の大事なところ抜けてる。僕は1ミリシーベルにするべきだとまず思ったんです。そして福島県だけ汚染されてるんじゃないんだと思います。他の地域もということです。はい、私たちの地域のすぐそばにさっきあったように5000ベクレルを超えるような墓地が普通にあるわけです。小学校の校庭だって500、600とかありますよ。やっぱりそういった地域は避難をする権利っていうのを国家保障として認めるべきだと思います。ありがとうございます。今のお話のちょっと続きになると思うんですが、次の子どもの健康問題の質問をちょっとお願いいたします。子どもの健康問題もたくさんいただきましたが、まずその放射能による環境障害は血液検査、尿検査である程度は分かりますが、横浜市に住んでる子は年何回くらい検査するか良いでしょうか。今後子供の兆候で気をつけることがあったら教えてください。例えば背が伸びないとか。神奈川県の方から質問です。で、2番目もちょっとご紹介しますので、江南区の方からです。横浜の土壌汚染のばらつきがありますが、だいたいセシウム500から1000ベクレル、キログラムの汚染だとして、ストロンチウム、ウランなど他の各種はどれくらい含まれている可能性があると思われますか。他の各種が含まれている場合、それらもセシウムと同様に風の強い日には砂ぼこりとともに舞い上がるのかどうか、また泥遊びをしたり水たまりが跳ねたりすることによって、それらの各種が小さい子どもの体にどのくらい危険性を及ぼすものなのかを教えていただきたいと思います。それから3つ目、すみません、お願いします。これからの季節夏ですので、神奈川県で屋外
外プールに子供を入れることが心配です。日箱を減らすためには屋外プールに入れない方がいいですか、神奈川県で子供が毎日水浴をすることを避けた方がいいですかという鎌倉からの、ご質問です。そして4番目、川崎からの方で、平成24年4月からの校舎の新基準値で子供たちの健康は守られるのでしょうか、学校給食食材に対して危惧していますという形で、すみません、ちょっと早めに短めにお答えいただければと思うんですけれども、会場からの質問もかなと受け付けたいと思いますので、武田先生いかがですか、子供の健康の短めに答えますとですね、はい、子供の兆候に気をつけることはあんまりないんですよね。要するに被爆というのは時間がかかって障害が出てくるので、現在の兆候で見るべきではないと思います。それから尿検査なんかほとんど何の意味はありません。というのは被爆してですね、3ヶ月ぐらい経ちますとほとんども残ってない、もちろん残ってる場合があるんですよ、膀胱がんなんか起こるわけで、それは問題なんです。それは特殊なケースで、かえってですね、尿検査してセシウムが出ないと安全だなんてことはありません。それから被爆の危険が及ぶかというのはこれ分からないんですね。要するに被爆すれば体に障害が来ると。それから屋外プールはもう全然僕は大丈夫。大丈夫か。はい。それから学校給食は食べるべきじゃないと思います。はい。何でかというとですね、要するに2つ要件がありますね。食品の提供する方が子供を被爆させないようにしなきゃいけないという固い決意を持ってなきゃいけません。食品を提供する。はい。それからもう一つできれば測定をしなきゃいけない。今みたいに給食を供給することが学校給食法かなんかで定められているので、子どもたちが被爆しても給食を出すという考えのであるというね、特に川崎横浜そうですよ、僕は絶対食べるべきじゃないと思います。どんなに角が立ったのか、だってどんなに角が立っても子どもを守るのは親なんだから、だから冗談じゃないですよ。だってバイ菌に汚染されているのか、インフルエンザの菌があるのかどうかわからない食品をね、給食に出してね、なんでこんなもの食べさせた、腐ったもの食べさせたと思ったら、いや学校給食法で決まってますから腐ってもの出しますって言うでしょ。そんなのはもう全然私は聞けませんね。はい、というのが問題がありません。これちょっと非常に難しい問題ですけどですね、僕は私の問題がないっつってるのは私個人の意見だなと、はい、今までの学問で一応標準的に考えられる伊藤さんは先ほど給食は食べているというようなお話もございましたけど、いや食べていいと言ってます。これはそれぞれの家の考え方の問題で、原則的に僕は給食は全部分かるだけだと思ってるし、食材も全部産地を指定して子供については安全なものを提供する、これは牛乳も同じ で実際僕は自分の息子が飲んでる牛乳はちゃんと測りました。学校給食で出てるものに関して大丈夫で、それは大丈夫ですよ、はい。でそういうことを含めて、一応親はどう考えるかというところで、例えば子どもの健康に関しては、例えば3月15日から夏1日までどこにいたかというのが一番大きい。どこにいたか、これは放射性要素 I1-3-4 をその暴露したかどうかというのは非常に大きな、都内でもそういうことについては非常にやっぱりその考えなきゃいけない地域もあります。それは放射性トリウムがどういうふうに流れたかっていうのは今ある程度データが出ているので、自分の息子や娘がその時どこにいたかというのが非常に重要だと。で放射線、甲状腺に関しては実際今かなり小さな腫瘤が福島ではかなりたくさん見つかったんです。でこれも議論があるんですが、ドミニカの結節に関しては落ちてて大丈夫だっていう人と、いわゆるそのちゃんとしたエコーで経年的に変化を要する人を見るべきだっていう、これはもう放射線専門医の中でも分かれていてですね、もしお子さんにそういう不安があるのであれば、なかなかこれ甲状腺エコーですね、本質的にかけられる場所は少ないんですが、これは一度やってみることは、もともと放射線と関係なくですね、そもそも小さい子供の甲状腺なんか誰も測ったことないですね、いろんな議論を今してるんですけど、ベースが全くないから、いろんなデータがいろいろ言っててですね、5ミリ以下に関してはやらなくていいと言ってるんですが、僕はついこの間、超専門家のところでですね、郡山が避難して北海道にいるお客さん、患者さんがですね、週刊文春で話題になりましたね、結節ができた。お子さんを実際に連れて行って目の前で結節をしてもらったんですが、これは、グレーだったと、がんではないけれど、いわゆるその、正常ではない、だから半年に1回の検査が必要だったら目の当たりして見ているので、
まあ、そういうこともあるということです。それともう一つ重要なのは、血液検査でなかなか高層線障害を特定するとよほどのことがないと難しいです。それをこう検査して判断する人がいないというような話もありますよね。それとあと尿検査に関してはかなり高精度のものであれば、その時に接種分が体内にあるかどうかということは分かっています。多分ほとんど予感はしてないと思います。ただよほど例えばいわゆるその産地に問題があるような食品を食べ続けているとかですね、そういうことで言えば安心のために、費用は決して安くないですけど、うちは受けましたけれど、一度やっとくというのはですね、竹田先生は意味がないというふうにおっしゃいますけど、僕は親としてですね、小さい子供に対してまずその時点でどうなのかっていう、でそれが経年的にどうなのかっていうですね、何年か要するに経年変化を見るという意味では無駄な投資かもしれないけれど、やっておくのは鍵なんですよ。そこで何百ぐらいか出たときに、じゃそれが何なのかということを類推する、メルクマークの一つにはなるかなと思っています。あとはですね、将来のことは分かりません、正直言って。どう影響するか。でも5年、10年経ったときに、僕は何らかの万発性の障害がこの国でも起きるということは間違いないと確信していてですね。比較的僕自身が昨年7月にこういうその本を書いてですね、この時にどう備えればいいかということを、テレビの方に提言したんですが、今正直言って分かんないんですよ。で多分何らかの障害が出た時に雪流れ式にいろんな問題が露見していると思うんですよ。でその時にいわゆるその青くなるよりは、予防原則っていう先ほどから言ってますけど、自分ができる範囲の中でやるしか方法がなくてですね、例えば尿検査にしても血液検査にしてもいわゆるそのバイオリン検査がたくさんありますけど、それが今そのどういう状態だから将来どうなるかとか正直分からないんですよ。ただ分からないで放っておくっていうふうに思うことが不安になるので、小さなお子さんのですね、尿検査って実は難しいです。かなり量が多いと思います。何メートルも取らなきゃいけない。そうなんですね、そういう問題がありますけれど、受けることに全く意味がないというふうに僕は思います。ありがとうございます。菅先生、ちょっとお願いいたします。はい。すみません、質問はですね、98を表します。先ほど武田先生が大丈夫なんですよ。これ福島のデータなんですけれども、7月1日に同位体研究所、神奈川でありますよね、が発表した、2022年の福島県在住の0歳児から7歳児の乳幼児の尿検査だそうです。そしたら141名から最高ですね 17.5 ビクレオパリとおしっこが出たんだ。でこれ4歳の男の子だそうです。次に多かったのが、14.0、 これも4歳の男の子。3番目に多かったのが 12.0、 4歳の男の子。この3人は家庭菜園などの野菜を食べているということには引っかかる。つまりどういうことかというと、福島県在住でもほとんど検出が以下1ビクレル行かなかった子もたくさんいないんです。ですがたくさんの子が、例えば相馬市は77人中18人が出てるんです。 23.4%、 郡山市488人中27人、 5.5% の子供が検出されたんです。日本松市54人中4人、 7.4%、 福島市558人中40人、 7.2% 出てるんです。僕はね、一つは学校給食じゃないと思ってます。地産地消です。無理やり福島県産のものなどを食べさせられてるんです。で、あともう一つすみません、それで60番がちょっと出したんです。60番はお願いします。学校給食でですね、僕非常に危険なのは小麦だと思います。先ほど武田先生や伊藤先生もおっしゃってましたが、実はですね、我々が普通にコンビニなんかで買うパンというのはほとんどが輸入の小麦で作られているんです。アメリカ産であるとか中国産であるとか。ところが一番儲けてるのは学校給食。学校給食は埼玉県もそうですが、埼玉県学校給食館が地産地消を謳ってるものですから、埼玉県産の小麦でうどんやパンを作ってそれを学校給食に出すんです。これ見てください。群馬県62や44や101なんてあるんです。次お願いします。今栃木です。群馬県53や40や60なんて。次お願いします。茨城県154なんてあるんです。160
そしてここには出てませんけれども、神奈川県の小麦も同様な汚染地帯があるわけです。で、先ほど伊藤先生がおっしゃったように80年くらいの何キログラムのうどんができてしまう。これが地産地消の名のもとに子どもたちに強制的に食べさせられているんです。だから私は残念ながらこの地産地消っていうのを東北、関東、東海までだったと思います。で、まず試させて、やっぱり安全な西の方から取るということに変わらない限りは、僕は学校休止はダメかもしれない。学校が強制的な被爆収容所になっていると僕は思います。ありがとうございます。やはりシステムの問題が大きく、ちょっとね、福祉先生の、はい、あれを借りて、はい、お願いします。尿のデータをちょっと、はい、尿のデータ、何倍ですかね。98。これは非常に重要なデータでですね、これ社会的には非常に重要なデータなんですね。つまり政府が福島の子どもたちを被爆させるのが平気だったと。それで福島の子どもたちはこの量の尿というのはものすごく大変な量なんですね。ですからまあ言ってみれば必ず障害が出るような尿の濃度なんですよ。だからこれはもう絶対いけないんですが、私が言ってるのはですね、ほとんどの子どもたち、東京とか神奈川の子どもたちは尿に出ないんですよ。出ないもんだからお母さん方がその結果を見て、この子は大丈夫だと思って外食させたりなんかするわけですよ。そうするとまた内部被爆が、そう、例えばね、その子はね、もしかしたら去年の3月にはものすごく被爆してるかもしれない。で、去年の8月にもものすごく被爆してるかもしれない。だけど今年の2月に尿の測定したらね、0.67 ベクレルだった。これで大丈夫ですかって言われるとね、今は大丈夫ですって答えたんですよ。今は大丈夫ですって答えは何の意味もないんです。その子供が1年間なり1年間でどのくらい被爆するかというのは問題なんです。私はこのデータはね、社会的に非常に重要なんですよ。強調する必要もあるんですよ。だけど、だから尿検査をするとその子の被爆が分かるということは全くないということです。そこは怖くしてもらいたい。自分の子供を守るためには尿検査してもダメだ。逆になんだとですね。お母さん方はね、もうとにかく笑うことがある気持ちでね、尿検査やめます。ここでもう結果を見るのにドキドキしたから見るんですよ。ああ、0.6 だったらよかった。よくないんです。何の意味もないデータ。そこなんですよね。いいですか。はい。大変おっしゃってると僕も理解はできるんですけど、なんていうか、そこで出る人もいるんですね。で、それはおっしゃるように、尿検査で出なかったから安心って言われちゃうんです。これって子宮頸がんのワクチンと一緒なんですよ。子宮頸がんのワクチンは、あれ実は子宮頸がんのワクチンじゃないです。HPV っていうですね、ある種のいわゆるウイルスに対するワクチンだって、あのワクチンを打ったからって言って子宮頸がんを防げるわけではないんです。じゃあ、あのワクチンを打った人が子宮頸がんが全く問題ないんだったら同じ議論で、おっしゃるようにやっぱりもっとその長期的な、ね、戦略で、例えば子供の要するにそのベースにどれだけ、例えばだから逆に言うとその1日の中で一番最大に占める食事っていうのは簡単に言えば家の中に決まってるわけです。朝食と夕食ですよね。で、お昼に給食の問題確かにあります。で、僕はその給食に関しては、昔は大事な人と一緒にとにかくもう何とかしようとずっとやってきてるんだけど、いかんとも知らないんだよ、この国は。今はっきり言って、どうにもならないバカが要するに政治をやってるって事実です。それを例えばじゃあ子供にストレスをかけても毎日弁当持ってけっていうのも、それはできる人はありわけです。だけどそれを一日全員に強いることはできないっていう上で考えたときに、じゃあ我が家どうしてるかっていうと、朝と晩の食事に関しては子供に関しては基本的にものすごく気をつけてるベースですよね。さらに時々東京以外のところに行かせるとかですね、生年の低い場所で生活させるとか、そういうトータルな意味でチェルノブイリの経験、例えば僕はベラルーシの大使にお会いした時にですね、一体日本の現状どう考えてるって言った時に、意味軸に非常にいわゆるその意味のある、ね、言葉があります。往々にして要するに最初の被害が最大の被害だと考えている。真実は大体真ん中にあるって言ったんです、彼は。で、それは、ベラルーシは非常に独裁的な国家で、なかなか事実を言いにくいとかですね、いわゆるそのファンタジェフスキーの有名な研究とかたくさんありますけれど、彼らが日本の状態を正直言って見る見抜かれてるという顔をしてます。
それ一番言ってたのはですね、やっぱり汚染マップが正確なものが作られていない。で、そうです。で、個々の子どもたちに対して、例えば福島や郡山はどこが危ないかっていうことを子ども自身がわからないで生活しているっていう。で、それは東京や要するに横浜や神奈川もそうかもしれないけど、そういうことをですね、例えば、まあ、自販機でですね、皆さん平気でお茶を買ってますけれど、そのお茶がどこの産地のものかっていうことを含めてですね、やっぱり親が守るしかないじゃないかと。そういう意味ではもう武田先生のおっしゃることは理解ができるけど、やっぱりその測って今安心だから全部がフリーではない。例えば外食産業でご飯をしょっちゅう食べる人はちゃんと調べたわけです。はい、ありがとうございます。ちょっとあの時間が押してしまっているので、環境問題の質問を1個だけ、ご紹介させていただきたいですので、これについて桑根先生にぜひご意見いただきたいなと思うんですけども、環境問題の一番目よろしいでしょうか。藤沢市の方からのご質問で、今後のトリチウム汚染、特に水道水の危険性についてはどのように考えられていますかというようなことなんですが、水源地、川の放射能汚染が今後拡大していくのではないかと大変不安です。一般市民が注意して何か防げるものなのでしょうかと、先ほど今土壌がないんだよというような話も話させていただきましたけれども、水道水について何か思うところがあれば。はい、すみません、あのトリチウムについては武田先生にあのどうやって見えるかということをちょっと触れていただいた方がいいと思うんですが、あの私も、中学校の理科の教員なので原子物理学や工学の専門ではないのであの簡単に言うと、トリチウムが出てくるのは原発中心だと思います。原発の原子炉から出てきてます。で、実は福島だけではありません。今朝調べてみましたが、青森だとか、その6カ所であるとか、あそこから打ち抜けるないキログラムを超えるトリチウム出てますね、調べてみて。だから今回ですね、福島民報ですかね、出てた 1.4 ベクレル毎リットルの、トリチウムが出ているというのが報道されましたが、僕は疑ってなかったんです。一つに 1.4 本当に正しいもの、もっと高いトリチウムが海に放出されてるんじゃないのかということです。で、二つ目は原発すべてそうなんじゃないの。今回大井が稼働しましたけれども、また大井の原発から普通に垂れ流されて、やっぱあの地域の魚が汚染されていくんじゃないかというふうに。事故がなくても垂れ流されているということですよね。はいはい、で、その、これが頭上になって、水蒸気となって、そしてまた雨となって落ちてくる可能性は当然ありますけれども、確率的には僕は非常に低くてですね、やっぱりあの原発がある近くで海の泳ぐのは危険なんじゃないかなと思います。トリチウムは皮膚から直接吸収されますので、これは非常に危険です。ちょっと時間が有事になってしまいましたけれども、ここであの今日ゲストに福島県郡山市からお呼びしている、福島保守避難の会のお母様方をご紹介させていただきます。あの活動と、3日以降、いろいろなものをこちらに避難されていらっしゃる方々です。黒い T シャツが小水田さん、赤い T シャツが香川さんです。はい、ご紹介いただきました福島避難保守の会議担当の香川と申します。私たちは、福島県の県外区域以外の地域から避難をしてきた、いわゆる自主的避難という選択をして関東圏に来た、子どものいるお母さんたちの団体です。現在約50名ほどのメーリングリスト登録があり、放射能のことや支援のことなど情報交換しています。また毎週火曜日、支援者さんのおかげで持てた事務所に集まり交流会を開催し、1ヶ月に一度福島のこと、避難のことを、お話したりしております。交流会を持っております。またその他、福島の現状や避難のことを、こちらの方にお話を聞いてもらうトークトーク福島を開催し、私たちがそれぞれ経験した、今も続く現実を風化させない活動をしております。また各地で行われる集会やデモにも参加し、今日のようにありがたく発言させていただく機会もいただいております。そんな中、私たちが今強く皆様に訴えご協力いただきたいことがございます。先ほど川根先生からもお話し触れていただきましたけれども、原発子ども被災者支援法というのが可決されましたが、皆様ご存知でしょうか。
なかなか小沢の、問題ですとか消費税の問題に託せされておりますけれども、放射能から身を守る権利として移住のことや健康に関すること、学習支援や生活支援または差別を防止する等々、放射線から身を放射線被害を受けた放射線被害を受けたたくさんの方のための法です、具体的に、これはまだ理念法であり具体的に実施の部分までは至っておりません、今回の原発事故は事故調も認めた人災です、関東圏に住む皆さんにも関わりのあることだと思っております。どうか、皆様はじめとする世論を味方にして一日も早く実施されることを願っております。また私の知る限りなんですけれども、現在の福島ではたった1年4ヶ月でと驚くほど原発事故以前と同じ生活をされている方がほとんどです。もう線量は落ち着いたから戻ってきても大丈夫だよと実際に向こうに住む友人からも言われました。本当は内心不安を抱えているはずですが、放射能のこと、賠償のこと、話題にする人はほとんどいないとも言われました。また知人の20歳ぐらいのお嬢さんは、どうせ結婚もできないし子供ももちろん産まないしと言って食べ物さえ気をつけない自暴自棄な生活を送っているそうです。高校生以上のこれから未来ある若者にそういう空気が蔓延してしまっていることが私としてはとても悲しいです、でも私が、実際目の前にいる子供しか守ることが守るというか避難させることができませんでした、今日いらっしゃる先生たちはじめとする英知と今日ご参加の心ある皆様の声で正しい情報を分かち合い、起きてしまったこの放射能被害を最小に食い止められると信じ、私たちも、福島のため、関東のため、そして日本のこの放射能被害が最小となるように、少しでも発言していきたいと思いますので、今後ともご支援よろしくお願いいたします。すみませんでした。同じく福島不安保守の会の小西と申します。質問とかはさせていただいてよろしいでしょうか。よろしくお願いします。私たちは、福島県から、避難しているんですけれども、警戒区域ではなくて郡山とか福島市とかいわき市とかの自主避難者が多いんですけれども、そういう方たちが関東に避難してきて、生活していく上で福島の人たちというのは夏休みとか、週末とか保養に出かける方が多いんですけれども、この関東に住む避難してきている私たちや今住んでいらっしゃる方っていうのも保養とかはやっぱり必要なんでしょうかというのをちょっと質問をさせていただきます。保養が必要かどうかという、はい、福田先生はどう。被爆は素質の問題なんで、自分がずっと子供が1ミリ1ミリを超えると考えたら生活もそれから雇用も必要、それから1年1ミリ1ミリを超えなければ、一応、それで生活をする、いう判断の基準を作る以外に、この日本の中では生活ができないので、もしくは輸入のものでも1年1日仕入れると超えないように食材基準なんかが基本的にはできている。すっぱりとそこのところで考える以外ないというのが僕も考えます。悪く考えると山ほどありますから、1年1日を決めるというだけでものすごく大変な作業で、それを個人個人がやるっていうのはね、僕あんまり勧められないですね。福島に住んでて安全かどうかというのは、福島に住んでて食材も含めて土ぼこりも含めて1年1日を超えるかどうかだけで決まる。福島が危険かとかそういうことはないんじゃないかと。だから1年1ミリ以上になれば危険である、1年1ミリ以下だったら安全とは言えないけど、それで一応やってみる、いうふうなことに線引かないとですね、これはなかなか厄介じゃないかと思いますけどね。1年1ミリ以上ということですね。いいですか。ありがとうございます。会場からの質問を、募集したいんですけれども、その前に4時まで、
育児利用をされていらっしゃる方、お迎えに行っていただけますでしょうか。あの乳児連れさんで、まだ談笑いただけますので、恐れ入りますが、そこになってしまいますが、お願いいたします。挙手をできればお願いいたします。こちらの方、少し質問に答えさせていただきますので、内部被曝の内部被曝のですね、あの給食避けた方がいいとか、そういう話が多いんですけれども、例えばあの内部被曝 の食事を食べるときにですね、内部被曝に効果的なものとして、あのゼオライトとかですね、リンゴポリフェノールとかイヌリンという、そういう食物繊維だとかですね、そういったあの今錠剤が出ててですね、そういったものを一緒に取れば、ある程度外側、例えば吸収、放射線を吸収してですね、体外に出る速度が早まるということで、今の子供にもゼオライトの状態だとか、液体を取得しながら拭いたりしてですね、防ごうと思ってるんですけれども、そういったものを飲むと、実際に効果があるのかどうかというですね、話があまりないんですけれども、そういった研究結果というのがあるんでしょうか。どうなんでしょう、伊藤先生は。最近はペプシンについて、南相馬かなんかです、僕らさんがデータを取ってましたけど、残念ながらあまり変化がありませんでした。で、僕自身は、むしろそういうものよりも、いわゆるその日本古来の食品で、いわゆるその、まあ、入れない、なるべく早く出すっていうことで、その、いろんなデータは確かにあるんですけど、他の団体でもそういうものをペクチンなんか売ってるところがあります。基本的には僕自身はその正確なエビデンスとしてそういうものが存在するっていうことに関しては把握しています。私も本で読んだだけなんですけれども、ユーリー・バンダセフスキーさんの講演も聞きましたし、先ほど紹介しましたあのミシェル・フェルネックさんという方が、そういったアプロペクチンであるとか、あと遺伝子損傷の場合の修復をするような、ビタミン A、E、あとカルチノイドの錠剤というのを今開発中であると言われています。ただし基本はですね、5センチ単位でペプチンを取って何とかしようというのは間違いです。これはバンダジルキーが強く言っていることです。つまりたくさん放射性セシウムであるとか放射性物質が体内に入ってしまったら、まずその子の治療のために安全な空気、安全な水、安全な食べ物を食べられる場所に行って、そこで2ヶ月、2週間から、3週間アップルペクチンを投与して、錠剤をホールボディカウンターで放射性セシウムがどんだけ出ていったかということをやっていくと効果がある。日常生活でどれが食べて入ってるかわからないものを食べてペクチンを飲むというのは全く間違いないと思うんです。やっぱ基本はですね、放射性物質を体内に入れないことです。だと私はまだ分かってないのは空気です。これはですね、東電のデータがあるらしいんですけれども、元データを見つけてないので紹介したら申し訳ないんですが、 0.15 マイクロシーベル毎日の空気で24時間生活していると6ベクレルで放射性物質を摂取するというデータがあるそうです。つまり 0.15 マイクロシーベル毎日のところに1日いるだけで6入っちゃうという、入ったものに関してはなかなか出ないということです。つまり酒のペロペロです。1日10ベクレル取っていれば2年後に体内の摂取量が1400ベクレル増えるわけです。20キロ40キロの子供から致死量の対象です。で、これはベクレルをですね、ミリシーベルトに換算するね、計算式をたくさん我々放射線専門家の方が言いますけど、あれは僕は間違いだと思います。実際にユーリー・バンダセフスキーは体内の子供の体内の体重 1kg あたり10ベクレルぐらいから不整脈を発生する子供さんが出てくる。つまり体重10キロの子供であれば10ベクレル、10×10、100ですよ。体内体重40キロぐらいの小学生であれば 40×10、400ベクレルぐらいから不整脈を出す子供さんが増えるということです。ミシェル・フェルネックさんが紹介しているですね、真実にはどこにっていう YouTube の動画もありますので、その中にですね、8歳の男の子が今年3回心臓発作を起こしましたという子供の証言も出てきます。ベラルーシはではそういったことが普通に起きていますので、
微量な放射性物質でも毎日少しずつ取り続けることで体内に蓄積していって、それが心臓の一部分の細胞を破壊し、そして心臓の機能を停止させるということがありえますので、やっぱり僕は放射性物質を取り続けながらペクチンやいろんな錠剤なんかの種、錠剤なんかの種というのは間違いない。まずは入れないということで、ありがとうございます。他にあと2人ぐらいですか、どなたかいらっしゃいますか。挙手、ごめんなさい。あちらも、高校の女性の鉢に座られている方、挙手お願いできますか。あちらの方ですね、高校の鉢に座られている。先ほどお話にありました柏から来ましたすごく身につまされる思いでワク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 しながら話を聞いていたんですけども、私の住んでいるところは柏の中でも、まあ、北部が汚染がひどいって言われてるんですけど、そことはちょっと遠い、まあ、中部のあたりなんですけども、柏市が貸している放射線ミスターガンマ、あれで、1メートルのあたりで普通の歩道とかで 0.16 とか8とかそのぐらいで、草の茂みのあたりに行くと 0.2 台にちょっとピッと上がるっていう地域なんですけども、先ほど川野先生の 0.15 マイクロシーベルトの環境で1日6ベクレルとかっていうのを考えると、いろいろやっぱり辛いものがあるんですけども、移住も本当はしなきゃいけないと思うんですけど、なかなか主人とそこら辺の話が噛み合わなくて、私自身もいろいろ活動はしてるんですけども、なかなか理解が得られずに、だけどもやっぱり、まあ、離婚なんかをしてでも移住をするっていうほどのことも私ができなくて、まあ、とりあえずここで生活、気をつけながら生活をして長期休暇の間に先ほどおっしゃったように保養に出かける、そのような形でなんとかこうリスクを経験させられないかと思って暮らしてるんですけども、先ほど給食の話が出ましたけども、柏市は地産地消を確かやってるんですけども、事前の食品の調査測定とあと事後 の1週間の給食を全部混ぜて測定をする掛け膳測定の両方をやってるんですね。でそういった場合で保健室で来ているんですけども、それでもやっぱり地産地消は避けるべきだと思いますか。はい、地産地消を避けるべきかというご質問ですね。いいですか、はい、避けるべきだと思います、はい、自治体がやっている検査はどん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 デタラメになったんです、はい、ひどいです。埼玉県がですね、牛乳の検査をやってたんですね。牛乳の検査は 0.1 とか 0.01 ベクレル毎リットルまでの検査をやってたんですよ。多分東京もやってないと思うんですけど、ただ埼玉県の、ホームページ、私たちの、内部広告の市民研究会が、そのデータ全部並べてますから、それ見ると 0.83 ベクレル毎リットルの牛乳が普通に出てるんです。一番高い時は去年の8月ぐらいで、2.13 なんですね。2.13 ベクレル毎リットルです。ところが東京都新宿区なんかは給食の、検査は10ベクレル毎キログラムが検出限界です。10超えないと全部検出になっちゃうんです。だから検出限界はまず見てください。おそらく5とか6なんです。つまり4ベクレルや3ベクレル給食なんか入ってるとゼロになっちゃうんです。で実は、埼玉県の牛乳、1月に出て2月3月出てなかったんですね。そしたら4月に 0. いくつか出ちゃったんです。またやっぱり新しい牧草を食べさせたせいだと思うんです。そしたら検出結果の方を受けたんです。6か5か6にやめちゃったんです。だから埼玉県の牛乳から出る、放射性セシウムはまた ND になっちゃったんです。こういうこと今どこでもやってるんです。だから私は
るのはないというふうに思ってますので、体重の小さい子にとってみれば、先ほど出たように1ベクレルでも2年間3年間だったぐらい蓄積していくわけですよ。平均で200ベクレル、200ベクレル近くまでいくわけですよ。なので僕は地産地をまずやっているべきだと、絶対に数ベクレル出てくるんです。学校給食のもうだけです。数ベクレル出てなければ、0.8 とか 0.6 とか、そのベクレルぐらいの、学校給食が できているはずだと思います。はい、ありがとうございます。少しお調べいただければと思います。ちょっと本当に時間が押してしまって30分くらい、押してしまっているので、最後に今日から始める対策として、まとめを先生方からちょっとずつお願いできますでしょうか。武田先生からよろしくお願いします。僕の方は先ほどから繰り返しになっちゃうんですけども、まあ事実、目の前に起こっている事実をどのくらいの勇気を持ってそのまま見るかというのは、現在の、まあ、日本のこのポジションさんが一番重要なんじゃないかと思うんですね。世の中には危険がゼロではないんですね。車に乗れば交通事故に遭うし、まあ、例えばそれは子供でも避けられないんですね。食品でも食中毒もありますし、火災もあります。そういう中でですね、私たちがどこのどういうふうに生活をするかということを、まあ、決めていくというふうに私は考えています。で、まあ、ちょっと今日の議論はそうではありませんでしたので、私の意見は少し違うんですけども、例えば道路が60キロ時速60キロとなった時に、確かに20キロで走る方が安全なんですが、まあ、そこはですね、社会的合意によって、まあ、60キロという制限速度を、まあ、守って走る。80キロではちょっと危ないかなと。お母さんであれば、息子さんが60キロのところを80キロ走ってたら、ちょっと危ないよと、まあ、いうふうな注意は必要である。それから子供が学校に出るときは、車に気をつけなさいねっていう、そういう注意は必要である。これは我々がですね、どのように事実を見て子供を育てていくかというのが非常に重要なことじゃないかと私は思っております。子供の命は保護者の所有物ではありませんので、保護者がですね、過去に、自分の考えを言うのは私は問題だと思います。子供にはいろんなチャンスがあり、未来があり、危険があり、将来があるわけですね。それに対して私の考えですよ。私の考えは、我々が社会的に合意していることを子供にやって守らせるというのが私の考えなんです。ですから私が1年1ミリっていうのを、まあ、いつも言ってるのはですね、実は我々大人も子供に対して万能の所有権を持ってるわけではない。したがって子供に対してはですね、やはり我々が原発を受け入れた。我々今民主主義じゃないんで、皆さんそう思ってないんですよ。本来は我々はですね、原発の事故が起こったときに1年1ミリでいいよと言って原発を受け入れているんです。ですからその約束が一応我々が子供たちに成し得る約束であるというふうに僕は考えているんですね。原発の事故が起こったから急に変えるのは良くないというのが僕の考えなんですね。で、私はまあ1年1ミリと思っています。まあ、もっと大きな問題は今今日議論しませんが、我々は原発の電気を受け取りながら、原発の電気を受け取れば必ず出てくる核廃棄物を全部子供に任せようとしているわけですね。今日の質問の中にありましたが、福島の4号機が危ないですかって、あそこに含まれる核廃棄物は1400本しかありません。しかっていうのも何ですか。今我々が子供たちに残そうとしている核廃棄物は130万本ですから、ね、だから我々大人はですね、子供に何をしようとしているのかということに対して非常に深く考えられる。そして、我々の社会的約束のもとでですね、子供はある意味では親の保護のもとに過ごすんですけど、同時に社会的存在ですから、やっぱり我々大人の第一のもの、大切なことは、我々大人が子供に対して自分の我が子でもですね、やっぱり社会的な約束というものをやる。私はまず第一に原発でやるべきことは、廃棄物を私たちの手で片付ける。で、横浜の地に高レベル廃棄物を埋めなきゃいけないんです。こっから始めないとですね、我々は被爆の問題に立ち向かうことができないと私は思っています。ありがとうございます。
ありがとうございます。伊藤先生、よろしくお願いします。僕は最近あんまりですね、放射能問題を公然とこう、まあ、いろんな場所で喋らないようにしてます。なぜかというと、これだけ提唱されてですね、これだけ問題提起されて、まあ、いわゆるその、そういう中で、例えば先ほどの福島県において家庭菜園のものを食べてるというのは、正直僕の感覚からするともう絶句なんですね。で、それでそういうことがなぜ起きてるかっていうと、もちろん、公的な立場の人たちですね、国やいわゆるその政治家が今目の前にある危険性をきちんとこう継承しなかったとですね、することも重要だし、そういうことも大切なんですけど、まず今日からその何をそのすべきかっていうお話なんですけれど、僕はもうその考える能力を日本じゃ失っていることがやっぱ最大の原因だと思うんですね。で、その根幹的なものは教育だと思うんですね。で、ものすごく小さな物心のない乳幼児でさえもですね、やっぱり例えばうちの息子が保育園行ってますけど、接種部が危ないなんて分かるんですね。それはやっぱり家庭の中で何を喋って何を考えてるかってことはやっぱり子供にきちんと伝わるし、僕は自分の息子がいまだに給食で出てる分量を飲まないっていうのを、まあ、小学校6年生ですけど、自分で選択してることについてやっぱ考える力が身についている。で、つい最近もその大井原発の再稼働について僕自身は私的な立場としてやっぱり再稼働は要するに十分な要するに安全体制がないところでの再稼働は非常にやっぱりその問題があるというふうに考えてですね、まあ、息子を連れて行ったんですけど、きちっとやっぱりその考える能力をつけさせてこなかった我々大人がやっぱり最大 の, 今回の問題で責任者になるんですね。で、それに関してもちろん原発を推進するということについて、まあ、いろんな責任があるし、あと例えば今その地産地消の問題だとかご主人と離婚問題とかいろんな問題があります。僕やっぱりつらい中でこれから何十年も生きていかなきゃいけない時にやっぱり未来を託せるお子さんにちゃんとそのものを考えられる環境を作るってのはどういうことかって、やっぱり子どもにも何が危険か何が危ないかってことを判断できるような環境を我々大人がこれから作っていくことがとても大切だったんですよ。でそこにやっぱり目を向けていかないと危険というのはあらゆるところがあってですね、まあ、我が家は、まあ、我が家の問題ではもちろんその理想の教育をしていることは一つも思わないんですけど、例えばその時々そのレスパイトでやっぱりその保養に出て山の中でうろうろすることがそういう時にあえて暗闇を経験させたり火を経験させたりですね、何が危険で何が危ないかということを考えられる子供に育てたいと思っているので、これは放射能問題と全く一緒なので、はい、本当にね、教育者が劣化していると同時にやっぱり親御さんも劣化しているというふうに僕自身は強く思います。家庭教育っていうのがやっぱり大変だということですね。ありがとうございます。上先生では一言お願いいたします。安倍さんの方からですね、明るい未来につながる話をお願いはされていたんですが、今日は一切そういった話をせず、一方的にですね、悲観的な未来の中に伺ってきました。木田先生のメッセージの中にですね、木田先生が数十年間守ってこられて生き抜いた人間から学んだことってまとめられてますので、それが一つ私にとっては参考になるし希望だと思っています。ぜひお読みください。で、私も伊藤さんとまた同じで、まあ、子供たちに考えさせる力をつけるということがほぼ一つ、これしか希望はありません。でもう一つ、もう原発を止めましょう。原発が動いていて福島や多くの人たちの救済はおそらくありえないでしょう。どんどん過小評価されお金をけちり、自主避難の費用をけちり、そういった方向に行くだけです。原発を止めて全て日本の在り方を変えて、そのシステムを変えることの中から学校給食の問題であるとか自主避難の問題であるとか、もう被爆してしまった方々、原発労働者の被爆の後の生活保障の問題、治療の問題だとか、そういったことが僕は生まれてくると思うんです。私もですね、相当スケジュールタイトルがあっちゃこちゃと飛び回ってるんですけど、金曜日にはまた公開前に来たいと思っていますので、ぜひ手をつないでね、輪を広げていきたいと思います。以上です。どうもありがとうございました。ではこれで第2部終了させていただきますので、拍手で
について、自転車の図書を販売しております。